の。今ね、あれです。ね。普通に個人的にセッションしようとしていたら、なぜか、これは、ここだけでやるのはもったいないってことを、急遽、記者が言ってくれまして、少しでもヒントになるようなことがあれば、気づきになるようなことがあればということで、急遽、ライブ配信をさせていただくことに、なりました。なかなかイレギュラーな感じなんですけども、はい。なので、たまたまね、見ていただいた方が、何かしら面白い気づきがあったら嬉しいなっていうふうに思います。そんな中で、ちょっと今、とりあえず、それぞれが、シェアをしたりとか、なんだしてるんで、ちょっとだけお待ちください。すみません。できました。できたね。できたという。できたと思われる。急に。あ、なんか売ってるじゃん。あ、じゃあ、改めてちょっと神様セラピーの説明をさせていただお願いします。きます。お願いいたします。神様セラピーというのは、一人一人の内なる神様を、妻のエリちゃんがリーディングさせていただいて、魂の奥にぐーっと入っていって、その方の、魂がどのようなプロセスを経て、この地球上に生まれることを選んだのかっていうところの、シーンを、なんかね、覗きしてくるんです。で、覗き見してくると同時に、お一人一人の中に、内在する神様。言うたら、その神様っていうのが、魂の約束みたいなものなんですよね。自分はどんな魂の約束をして、この地上に降ってきて、どんな神様としての働きをしていくのかっていうことを、神様の名前を通してお伝えするっていうのが神様の姿に。で、その神様の特徴を知ることで、今世自分がどういう方向性で生きていくっていうことを決めてきたのか。それが分かるっていうセッションになっています。それを、お一人ずつ、3柱、3人ずつお伝えするとともに、もう一人、生かすといい神様っていうのをお伝えさせてもらって、この上で、行くといい神社とか、お伝えして、最後は、守護神さん的な、自分を特にね、見守ってくれてる神様、内なる神様ですけども、がいるんですけども、その方からの、本人に対するメッセージをお届けして終わるうちのセッションを今日は、ゆきちゃんとぶっち二人にお伝えさせていくっていうのがあります。お願いいたします。お願いします。ます。あ、そうですね。いいの？さっきのあれは。あ、そっちがいい。はい。じゃあ、参拝を、ね、お互いにね、お互いの神様に手を合わせるって言って、参拝をするように、参拝からスタートしていきます。一緒に合わせて、お互いの神様を、まず一礼をします。そして、深いお辞儀を二拝。これで相手の神様を迎えする。そして、拍手をします。これは3回拍手をします。相手の神様とつながるための意識。で、手を合わせて、から、エイシンとブチンの神様を、謹んで執り行わせていただきます。このセッションを通して、2人が本来の自分を取り戻し、何をするために命に来たのかを知るヒントが与えられる時間と願いながら、私たちは私たちの最善を尽くしていただきます。共に素晴らしい時間を作り出せることを願います。よしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい。この前、竹あかりワークショップで、はい。いただいて。ね。
ありがとうございました。来ていただいて。いや素晴らしかったです、ね。いい作品できてましたね、そういえば。うんうん、赤を入れてね。確かに。いきなりの、ね、発想がすごかったね。和紙を赤く塗って中に入れて。うん、すごいわがまま言ったんですけど、ね。ね、すごいいい作品できてました。ね、でもそれもね、僕らの中にその神様として、あの2人が共通の神様で、雨の御中主って神様がいるんですよ。うん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 、一番の大元の、大元の神様だ。神様って言われる神様なんですけども、あれはもう本当にあのクリエイティビティの神様なんですよ。誰かの真似事とか絶対できないタイプで、本当にその自分がこうしたいっていうことにどこまでも正直っていうか、っていうのがもう一番魂の本質にあるんですね、二人ともが。ああいう感じになっちゃう。教科書があってもその通りできないっていう。そうですね。必ず。はい。そういうのでああいう感じ。自分で言う。はい。はい。はい。ということで。はい。じゃあ、やっていきたいなと思います。はい。まあ、一応ね、さっきあの、いくちゃんたちには軽く紹介、説明したんですけども、今日お伝えする神様っていうのは、内なる神様をお伝えしています。それは、外にある、この世界を作り、もうた絶対的な存在ではなくて、本当に一人一人が内側に内在する神様。それは、神社に行って、手を合わせるときに出会う神様ですね。その神様は、自分が何をするために生まれてきて、そして何をして生きるのかってことを思い出させてくれる存在。だから神社には鏡が置いてある。手を合わせることによって、あ、自分が神様だ。じゃあ自分は何をしたらいいんだ。そんなことに気づいて、そして、振り返ったときに賛同があって、まさに自分が生きる道を示してくれる。を通って出ていくってことは、神様として、再誕生していく儀式、それを僕らは神社に行くたびに再誕生を生まれ直すことができるっていう、そういう仕組みをご先祖様が作ってくれた、もう英知の、すごいすごい話や、うん、再誕生って ね、いつでもだから僕ら生まれ直すことができる、っていうと魂の存在であるってことを忘れて、肉体だけが本体、肉体が本体だっていうふうに思い込んでしまって、その魂の約束なんかに意識を向けることができなくなっちゃうんですけども、でも神社に行って、あ、そうだ、僕らは魂の存在だ。そこからもう一度人生を選び直すことができるっていう、そういうことなんです。なので、これ本当にあの、まあ、一般の神社さんからしたら、お前何考えてるんだって言われるかもしれないけども、神社の参道のど真ん中こそ、神として生きるために大切な、もう本当にバージンロードじゃないですけども、すごい大事な道なので、本当にその参道のど真ん中を、参拝後は参道のど真ん中まで一回と、すごいこう魂が蘇る感じっていうのが、うん。の参道のど真ん中は神様が通るところだから歩いちゃいけないっていうふうに教え込まれてきたんですけども、神社は神であることを思い出す道なので、場所なので、神であることを思い出して参道のど真ん中から出て行っていただけたら、本当に自分の尊さに気づいて、そして自分が何をしてこの世の中に社会に貢献していけるのかということを本当により近く的にしていけるようになって、ぜひねこの参拝方法は広めていきたいなっていうふうに思います。うんうん、はい、まあ、そういう意味で自分自身が神様であるってことに気づいているセッションをこれから始めていきます。なるほど、はい、お願いいたします。はい、私はあの事前にお二人 の、 あの魂とつながらせてもらって、でお二人を守ってらっしゃる守護神様だったり、いろんなご先祖様もいらっしゃるんですけれども、その方にもあのお伺い立てて、その方から教えていただいたり、メッセージをもらっていただいたり、受け取ったビジョンというのもありますので、それをお伝えいただきたいなと思います。はい、はい、であの人の、まあ、魂が私はこう色として受け取ったりするんですけれども、こういう色の方はこういう特性があるっていうのもあるので、伝えつつ、こういう魂の性質があって、こういう才能があって、こういう使命として、受け
に生まれてきてくれたっていうところから、その後に、内なる神様3人と、あとこれから生かすといい神様をお伝えさせていただいて、その後に、行くといい神社だったり、仕事から今こういうメッセージが出ましたっていうことをお伝えさせていただいて終わりはい。じゃあ、まず、いくちゃんから、お伝えさせてもらいます。まず、いくちゃんの魂何色かっていうと、すごい、パッションピンクの外側に、ものすごい明るいオレンジ色。パッションピンク、パテやカチカチするね。パッションピンクの外外側側に、に、オレンジ。またオレンジ。二オレ重ンジ構色。造 ありました。っていうのは、いくちゃんは、本当になんかね、この魂の中心部にものすごく少女性だったりとか、女性性があるんですよね。出ていて、で、その周りを囲んでいそる。れオレンジその中心部がね、ピンク色中心で、部がピンク。中心にその少女性だったり女性像だったりってここもすごくあって、でそれは結構幼い頃からずっと変わらないそのピュアさ、子供の自分だったりとか、大人になってもその自分の女性性を大事にしたいとか、女性らしくしたいとか、それがね、中心部にあって、でその周りに自分が歓喜したり、感動したり、喜んだりする、その魂の、このワクワク喜びが、周りへものすごい影響を与えるっていうのが、そのオレンジ色に現れていますね。なんかその、周りのニーズで、こうしてほしいとか、何かをこう強いられたり、期待されて、やるものじゃなくて、いくちゃんの中で、これすごいとか、めっちゃ感動、めっちゃ喜び、ハッピーみたいなのが、そのエネルギーが周りに、ものすっごい影響、いい影響を与えるんですよ。ワクワクしたりとか、なんかその人の、そのエネルギーがブーって落ちている時も、こうパーってこう明るくさせたりとか、それぐらいのその周りに対する影響力があるっていうのが出てました。なんで、なんかこう、頭で考えすぎて思考を使ってこう何かしなければいけないとか、これを頼まれてたからこれを完璧に仕上げないといけないとかになってしまった。その歓喜のね、そのエネルギーが収縮してしまった。めっちゃあるね。ある。めっちゃわかりやすく、シューでシューシューってなってあって、そこにすっごいエネルギーを消耗したりとか、自分らしくあり続けるっていうののもう逆方向、なんか逆になってしまうので、本当にもう、いくちゃんの魂が歓喜して喜び、感動っていうのに、もう自分がその現実で応えてあげるのが一番。その魂の特性で、それを生き続けることによって、周りをすごくハッピーにさせたりとか、その周りの場ごとすごく軽いエネルギーにさせたりとか、っていうことがすごく才能としてあります。なんで本当にそこの自分が、のエネルギーが枯渇しないことと、自分のその少女性とか感性とか感覚、女の子の自分っていうのを忘れないっていうのもすごく大事で、なるほど。少女性。いうのがその色に出てきました。その周りのオレンジの周りのパッションピンクは何なんですか？周りじゃない。ファッションピンクの方が中やろ。中か。中心部が周り、中にあって、周中りがオ心部レンピジンか。クで。中心部。
あってやね。真ん中の真ん中がピンク。そう、真ん中の真ん中がね、ピンクだったんですで、その周りがパッションピンクってこと？よ。あ、まあ、中心部がパッションピンクで、その周りがオレンジ。から、まあ、2つの色は2つ。そう、2つ。もっと色ある人もいるんですか？色ある人っていうのも少なくて、だいたい1色でお伝えしてるんですよ。そうなんですね。はい。ありじゃあがとう2ござ色は多い方ってことですか？います。2色っていうのは少ないんですよ。お二人は2色だったんですごい変わっ、なんか今 違うなっていう。そうです。ありがとうごまあ、派手やな、いくざよ。います。なるほど。ありがとうございます。ます。そう。で、ムッチさんもね、2色だったんですよね。それは何色かっていうと、中は薄い水色で、外側は黒色だったんいやいや、もう俺も黒いことが絶対嫌や。です。でもね、それには理由があって、めちゃくちゃ暗黒面やん、黒色やったら。なんかね、それもすごく、納得っていう理由があったんですけど、水色の部分っていうのは、ものすごく自分自身がクリアに、っていうことと、なんかね、本質とか核につながる力っていうのがすごく、水色にですか？はい。何か、に取り組むときに、外側だけじゃなく、外側じゃなくて、大事なもの、本当に本質を探求し続ける、そこにつながり続ける力っていうのがものすごく才能が生まれ持ってあるそうです。本質と価格。水水色がね。なんか、で、一旦その本質に触れて、あ、これやっていうのが分かると、本当にそこに、こう自分がブレずにやり続ける、やり遂げる、すごく力がある。っていうところと、あとはその外側の黒色に何を表しているかっていうのは、その自分がこれってなったもの、集中したいこと以外は、その余計なものは入れない。入れたくない。それも黒じゃなくてもっと他の赤とか、その性質を濃い青とかに変えれないですかね。なぜかそれがね、黒色として出ていて、でもそれは本当に自分をそこの本質に探求することとか、そこに集中する力がものすごく発揮するために。その自分をその余計なものを入れさせない、排除する力っていうのもあるので、いろいろとして出たのかなって思いやいや、そんな黒。藍色がいい、その周いました。はい。りを。めちゃくちゃ。水色と藍色がいい。神様が黒って言ってんの？エリカに教えてしょうがないな。あ、しょうがないよ。夜やってるしな。よ黒かった。とうっすら水色やったらなんかさ、見ようによったら、こう、夜空に浮かぶ月にもね、見えやんことはないやん。そうですね。バランス取ってんのかな？ショッピング？ピンクか。ピンクで俺もパッションピンクやったらちょっと、ガッツすぎるから。全然違う。ピンクにやってるやん。何を？なるほど。黒やからそのバランス取ってんのが。どないやねん。なるほどね。めちゃくちゃわかるよね、でも。言ってることはすごくわかる。確かにめちゃめちゃそういう性質はあるかな。めちゃくちゃ集中するもんな。何も入ってないもんな。なんか、聞こえてこない？
もう本質の核にガーって集中して、この到達してから一気に外にパーンって拡大するエネルギーがあるので、なんか、している時は、なんか外向けに、こう、いい格好をしようとか、認められようとか、全くそういうのなく、ここに集中し続ける、すごく、力がある。で、その核に到達した時に、本当に勝手に認められたりとか、こう、みんなが評価してくれるので、そこは全く気にしなくてよくて、ただただその一点に集中してやり遂げたらいい。すごーい。めっちゃかっこいいやん、なんめか。ちゃめちゃいいやん。めちゃくちゃかっこいいじゃん。そんなこと言えんかな。いいって言ってんねんから、いいやん。あ、そう。いまいちそれがな、なかなかビビ。なるほど。魂の戦略としてあるそうなんです。はい。すごくもう職人体質ですね。やっあ、やっぱぱそうそうななんるかな。ね。やっぱそう職な人るみたね。いなことしてるからそうなっていったのか、もともとそういう性質だからそうなっていったのかね。そういう性質なんじゃない性質かなの。魂としてそういう性質、本質を探求する力があるので、今、たけやかに出会ってそこに。ってか、本ずっ質とは。やっていってるっていう。それが多分ハマったん、や、だからようやくハマるところに出会ったってことなんじゃないのかな。なるほどね。すごい。すごいな。確かにそうかもしれん。なんか、あんまりなさそうだもん。何水が？色に真っ黒ってなさそうやもん。ない黒い。片やめちゃくちゃ、ショッキングピンクめっにちゃなる。いいや、そんな。俺もなんか水色と黄色みたいなのがええわ。みたいな。うるさい。うるさい。多分、ゆくちゃんがね、そう思ってくれてるっそうていうだのね。が、だすからごいすごバいランパーストが。ナーなんだろうなと。すごい面白いね。なるほどね。黒って本当に日本色だから、そうなの？漆黒っていうのが、漆黒って言葉あるのね。漆の黒っていうのは漆黒っていう色なの。もう本当に漆って日本を象徴するもの。なるほど。英訳ってジャパンって言うんですよ。漆のことを？そう。すごい。急になんか、黒さんが、水色と漆黒って言うわ。それ何が違う？あ、失礼した。黒じゃない、水色と漆黒やねんっていう。漆黒っていう。中国のことチャイナっていうのも、チャイナって陶器を表すんですよね。だから、見たときに、もう中国はもう陶器の国だっていう感じだったのに対して、日本は漆の国だったんです。それぐらい漆の、この黒がもう日本の何とも言い難い、この本質的なところだったり、本物みたいな感じ。黒って本物漆黒や。感じ。めっちゃいいや。日本代表、すご漆黒、日本代表の漆黒です。い。すごい。本 当か言ってたね、今日も。そういう、だから、いぶし銀とかね、本当なんかそういう、本当にこう、すごく玄人。玄人も黒の人って書いて玄人って言うけども、なるほど。もう、やっぱりこう、そういう、ね、本質的なことを探求して、言うたら、本質的なことを探求して本物になっている。それやっぱりその玄人っていうので、まさにそういう色なんです。なるほど。ありがとう。よかった。そはい。で、まあ、またいくちゃんに戻るんですけど、今、いくちゃんがなぜ今期、わざわざ人間として生まれてきてるのかっていうのを、ぞ人間として、はい。一人一人立つその瞬間っていうのを、語らせていただいたものを伝えさせていただきます。いくちゃんに限らず、みんな、本当にいみんろいろな、あるんでそう、しょう。みいろんんななド人ラマ間が。として、だって別に魂の世界だけで生きてた方が楽なんですね。確かに。人間になったら、こう、制限がもう重たいわけですよ。肉体を持つって重たいし、感情的にも、感情もそんなに体験しなくてよかったのに、もういろいろ悩み、苦しみだったりとかね、いろんなものをうぞうむぞ引き受けながら、
やらなきゃいけないから、なんでわざわざうん。ここに来なきゃいけないって、でも、やるべきことがあって、この肉体を持ってこの地上でやるって決めてたこと、どうしてもやらずにはいられないことがあったから、みんな来てるんです。うん。それは、ゆきちゃんとかだけじゃなくて、もう本当すべての人がそう。もう、それをみんな一回来るときに全部忘れてしまうので、なんか、なんかやらされてる感で生きてる人たちっていうのが多い。もう、目的を思い出すと、すごい人生が逆にワクワク。はい。本当に人によって様々で、その落ちる瞬間とか、降そりのる瞬前、間。降りる瞬間とか、降りる前の、その状うん。態とかいろいろあるんですけど、いくちゃんの場合はもうめちゃめちゃおしゃれで登場したと思います。そうです。ぐらいのピンヒールで現れて、ええー。ピンヒール？ああ。どこに現れてるの？その降りる前の場所に？降りる降前りるに、前に。そのいっちゃんがね、雲の上に。降りる前に金色のピンヒールでか、来るわけや。わかるんじゃないか。その額が見えてるんですけど、まあ、そこはね、こう透明な階段になってこう降りていく人とか、そこにもう水泳みたいにダイブして降りていく人、もういくちゃんはもうめっちゃおしゃれして、すごいヒールを履いて、もう本当にモデルウォークみたいな感じで、レッドカーペット歩くみたいな感じで歩いて、で、なんかその降りる前って、まあ自分の人生設計で自分で決めてるんですね。で、いついつ誰に出会って、こういうことを目的にこうやってこういう体験をしてみたいなっていう感じですけど、なんかこう、透明のパネルがあって、ゆうちゃんはこの時にこの人に会うっていう配置をするのがめっちゃ楽しいって言ってて、で、この時にこの人に出会って、これをするにはこの人とやるみたいなことを全部自分で決めてるんですけど、で、その、このプロジェクトはこの人がいいっていうのは、その、ゆうちゃんの中でものすごくその決める時の直感力っていうのが、この現実あるんですよね。その配置とか、この人とこの人をこうさせるとか、発動の時はこの人を入れるとか、なんかそういう、すごくワクワクしてて、この生まれる前にもその設計図、その人の登場人物の配置をさせるのがものすごく楽しいって言ってて、ここにめっちゃキャーキャー言いながら配置してたんですよね。ゲーム感覚あ、そうそうそう、もうなんかパネルみたいなのって。そうそうっていうのをやって、そこに結構時間をかけてたんですね。すごでもわかるな、なんい。か。なかてやいもさ。あ。うん。いや、なんなあ。勝手に演出してたかんやてな。にしたい。ええー、面白い。完璧に全部自分で決めてから降りるみたいな感じで降りていって、で、降りる先に、自分の本当の女性としての自分を愛して輝かせてくれる人を、出会いたいっていうね、その、願いっていうのが魂からあったんですね。もう一回止まっていいですか？本当の女性として。はい、本当の女性としての自分を愛して、そういう女性の自分を輝かせてくれる人。っていうのを、いくちゃんのその少女の魂をめっちゃ望んでたんです。で、その階段に、最後の階段に降りていった後、ピョーンって飛び降りるんですけど、その時に、ブッチさんが出てきたんですよ。ちゃんと。で、こう、両手広げて、待ってたみたいな感じで、いっちゃんはこう、すごい、ここに向かって飛んでいくのが、もうものすごく鮮明に出てきマジて、で？すごそう。い。すごい。金色のピンヒールで。金色って金色？金色。言ってないよね。言ってない。ピンヒール。それもめっちゃ魂から望んでたみたいに。面白い。せやろ？
望んでたな。まあ、でも目的はそれだけじゃないんですけど、私からの目的割として、なんか母である女性で、女性としての幸せっていうのを、そのコンセで、ママでもこんな女性としてのハッピーになっていっていいんだよとか、楽しんでますよっていうことを、たくさんの女性に気づいてほしい。それでハッピーになってほしいっていうことを、自分が体現して伝えるっていうことも魂で決めて生きているっていうことをやっおーい、そのままやな。て。で、その、いくさんはそのために、その女性たちのその原石、宝石が見えるっていう才能もあるみたいに。ああ、まあ、めちゃめちゃある。ほんまにある。横で見てる、それすごい感じる、ほんとに。そう、なんか、いろんな宝石、色とりどりの宝石がいくちゃんの周りにあって、で、それなんですかって聞いたら、この人のこの原石、こんな綺麗なんですよ、とか、だからは、こういう才能があって、めっちゃこれを輝かせたらすごい人になるんですよ、っていうのを、一人一人の、特に女性なんですけど、の輝きを見つける力っていうのを、そのビジョンを叶えるために、もうすでに備わっている能力だそなので、その、特に女性のその可能性を、まあ、あなたのこういうところが本当に素晴らしい原石持ってるので、こんなにすごいんですよ、こんな風に来ていいんですよっていうことをお伝えするっていうことも、一つのこの本日のお仕事としてやりたいって楽しいから願っている。そう言っていました。やってるというか、まあ、そうなってるもんな。それをおし仕事としてやりたいって思ってたってことですか？魂のそのお仕事として、もそれし、をやるって決めて生まれてきた。で、そのために、まずは自分が女性として母になったとしても、その妻としても、本当にハッピーに生きて体現する。そのために、家族もできて、暮らしにある。で、ものすごくその、そういう役割を、いきさんのご先祖様たちはめちゃめちゃ応援してて、魂につながらせていただいたときに、そのいくちゃんを可愛がっているご先祖様たちがいっぱい登場したんで、可愛がられてたんやろなとか、すごい守ってくれてるんだなっていうのがめちゃくちゃ思いました。ことをすごくこう、自分のその、さっき言ってた歓喜とか喜び、感動っていうのを覚えて、自分の役割に全うすることをご先祖様たちはめちゃめちゃ応援されたり。その役割っていうのが女性としての喜びをちゃんと体現するってこと。すごい、めっちゃ嬉しい役割。それぴったりやと思う。なるほど。すごすい。ごい、なんかこれからやっていくだろうしね。すごい。なるほど。なんか納得って感じ。納得って感じ。こうやってその納得が素直にできるっていうのも多分魂の声にすごく耳を傾けてきたからだとも思うんですよね。魂の声に耳を傾けてこなかった人がこの話を聞いても、あ、そういうふうになるんだ、みたいな感じの人もいるんで、逆にいくちゃん自身が魂の声にちゃんと正直に生きてきたからこそ、多分これがぴったり重なってるんですよ。そこもすごく自信を持っていい。すごなるほどね。い。そうなんだ。面白い。その原石に気づいたらいっぱいこう、
伝えてあげてください。はい。ほんまにな、でもしてるもんな。その方に対してもものすごくそれをされてて、怖いっていう、本当にこう、なんていうんですか、今の言葉で言うと、あげまん。何のあげまんじゃあ、全部本読んでみたい。超スーパーアゲマンです。自然にやってる。自然にやってる。怒りで。なかなかスパルタやけど。スパルタでもないか。スパルタやろ。スパルタか。でもめっちゃ超アゲマンやと思う、本当に。自分よりも自分の才能とか、自分よりもなんかこう、能、才能とか、こう、可能性を見てくれるっていう。ね。そこが、だから今の俺とずれてたらなんでやーってなるもんね。できませんからね。いやー、嬉しい。もう面白いな、本当に。だから自然にやってることでいいってことですよね、自分が。自然にやってるけどね、こうやって聞いたらさ、また意識的にね、確かに。できるもんね。確かに。今まではやってたけど、やっちゃってたけやど。っちゃってた、自然にな。勝手に。勝手に。本当にそれを誇りとしてね。ありがとうございます。誇りとしてね。すごい。面白い。こちらも面白い。面白いね。面白い。めっちゃ面では、対して、リッチさんはね、お父さん側のご先祖様、みちおさんのお父様の守護としての、その、本当に大きい守護神様が出てきて、その方が、社も守ってる。っていうのがあって、結構、こう、厳重にちゃんと守ってらっしゃる。に守ってる。感じだったやばい、泣きそうや。なあ。なるお父ほどさんね。な。そうそう。おとんはね、俺が30の時に死んじゃってから。そうなんですか。早かったんやけどね。守ってくれてんね。なるほど、なるほど。何が何でも守るみたいなぐらい、ものすっごいもうね、なんか、こう、まあ、悪いことだったりとか、いろんな災いことも、もう、その、刀をこう、シャンシャンってやってくるぐらい、めっちゃ強い手法で行くとってみたいな、いいな。で、ウッディさんはね、イプちゃんと比べると、かなりすごくシンプルでした。それを最初に伝えておきます。登場シーンかね。あ、登場シーンのこと？何がシンプル？何がシンプルって？シンプルっていうのも、ちょっと、お伝えしておきます。トータル全部シンプルってこと？とりあえず、伝える内容がね、シンプルだって。伝える内容がね。で、ウッディさんは、すごい侍みたいな、格好をして、刀を持ってたんですね。何してんの？すごいな。何やってんだよ。侍でおったんやね。侍状態だった。で、もう私がお尋ねする間もなく、ピューンってもう地球に降りていったんいや。です。で、早いと思って、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください、ちょっと聞かせてくださいって言って、で、なんで降りるんですか？ちょっと聞かせてください、伝えるんで、って言ったら、もう一言、世界平和の。へえ。そこでしか教えてくれなくて、もうそのために私はいます。えもうただそれだけのために。
かっこよすぎじゃめっない？ちゃかっこかっこいい。いいやん、かっめっちゃこおもいいろい。ね。で、まあ、そこから降りてから、その地球までの、その降りている間はちょっと聞くことができたんああ、で、それをちょっとお伝えしどこで聞いてんの？で、その剣っていうのは何の意味ですかって言ったら、その志の剣を持ってて、この人生をかけてやる志っていうのは、まあ、仏さんにしかわからないんですけど、その志だけを持って、そしてそれは必ず世界平和につながる。すごを、知って、この魂として人間として降りい。そしてこの、この人生の日々、毎日がそこにつながることを信じて、そのためならもう何でもする、それぐらい願っている。自分のできることで世界平和のためにこの人生をやりきりすごい。その通りです。もうただそれだけですって言って、もう多くは語らず、まあ、そう言ってもパッて去っていきはって、なんか言うと、全然違う全然違うやん。設計してる、いくよと。じゃあ、ピンヒールと、例えや。サプライ。すごい違シュッて。面白いスカイ平和つってピュッて日々やってることか。それはもうそのまんまそうだと思ってますね。日々やってることがそのまんま世界平和やと思ってるし、そう、もう世界平和は、もうちっちゃい時からずっとそれは思ってる。し、自分が育ったその、まあ、コミュニティでもそれをずっと言ってたんで、まあ、ちっちゃい時からそれがもう当たり前にずっと入ってる環境で育ってて、そう、うちの弟もずっとそれをずっと言ってたし、公平を育ててるし、そうなるように育ててきたっていう、もう本当に幼少期からそれがこう自分の中のこうベースにの一番深いところにどしっとあるのが当たり前で育ってきてる感覚があるから、もう今のはもうすごいしっくりくる。まあ、今の自分がね、どれだけできてるかとかはさておいて、自分の根底にはそれがどしっとあるのはもう揺るぎないもんであるなと思ってる。そういうことやったよね。なんか山岸もそうやな、そう全部そうそうそね、そう。ういう意味で入なんでなんかその持っている剣っていうのは決して戦いのためではなくて、自分のその代々から受け継いでいる大事な心たち、日本人の大事だからおとんが言ってたよな。な心たち。それはもうおとんから受け継いでるなっていうのがもう確かにあるから、その世界平和っていうものに関しては。自分の人生が終わってからも、その次世代にのために、その世界平和を必ず成し遂げます。子供たちに、なんかそこまでこう考えて、人生を全うします。なるほど。なるほど。とか、もう、そう、そうだと思う。よろしくお願いします。すげえ。はい。ここまで聞いて、どうですか？いやー、本当に、もうただただ、あ、そうだ、そうだって感じ。本当にそうだって感じ。小池くんの聞いてても、そうだし、自分のを聞かせていただいても、もう、しっくりでしかない。しっくりくるでしかない。でも、改めて聞くことによって、なんか呼び覚まされるものというあ、そうか、だね。大切にしてきてるものを改めて知ることによって、なんかまたそこを再確認させてもらって、あ、
そこに向かっていってもいいんだみたいな、自分に許すことができるっていうか、私だったら母親だから女性としてっていうところって結構なんか難しいというか、なんかいいんかなみたいな。でもやっぱ自分の望みとして出てくるけど、なんかやっぱ見られ方っていうか、お母さんなのにみたいな結構あると思うんですよ、多くの女性がね。お母さんなのに、なんかちょっとその普段めっちゃお母さんやってても、ちょっと楽しんでる姿見るだけで、お母さん何してるねんみたいな、なんかそういうタブー視じゃないけど、なんか全てのその女性としての部分を出すことによって、普段のお母さんまでもなんかなしにされるというか、なんかそういう節があるなみたいなっていうのが、なんかまあね、そこになんか、なんやろう、なんでなんみたいな、 なんかすごく悔しいというか、なんかこう葛藤はありますよね。そうだけど、なんかいいや別にそれでもみたいな感じになった 聞いて。魂の望みやし、それすることによってたくさんの喜びが生まれる、歓喜のエネルギー生まれるんやったら、あ、いいやみたいな、結構そういうふうに思えたかも。お母さんやってて、いろんな葛藤を持っている女性にとっては、すごく勇気づけになるし、やーみたいな。必要やと思う、これから。そうだよね、そうやし、どん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 ね、なんか、女性性がね。そう、それこそ自分自身もそれを抑えてきたからこそ、わかるやん。すごい、なんか今、ね、こうして一緒になってさ、そこをさ、解放しようっていうか、もう今までの私とはもう無理ですって言ってて、なんか、浩平君にその一緒になった時に、今までの私だったらもう自分が潰れちゃうから無理ですっていうことを初めから結構伝えてたの。まあ結果子供は増えてるけど、ね、子供増えてるけどでね。もね、なんかそこは大切にしていきたいなとはすごい思って、よく聞けてよかった。よかったね。ありがとうそうごやっざていね、動いてたら、本当に周りもね、助けてくれる人もね、だったりとかね、いろんな人が助けてくれるし、助けてくれます。てるし。ね、そこはもうものすごい感謝ですね。感謝します。どうですか？いやもうほんまそんなあ思い出したってさっき思い出す改めてこう思い出さされたみたいなのをすごい俺も感じてて、最近本当に自分たちにとって何が大事かっていう問いかけをすごいしてるところで、この2人で何が本当に大事なのかっていう改めてこう見つめ直してるタイミングでもあったから、なんかそこ、そのタイミングでこう自分のこの魂の目的というか、そこをこう聞けたのはすごい大きいなっていう、なんか、大きいなっていう感じかな。それに沿って動いてったらいいんやなっていうのと、あとは、育代の、こう、何気なくやってるけど、こうやってなんか改めてさ、こうやって教えてもらうというか、こう言葉で聞いたらさ、こうそれをじゃあ、どうやってもうちょっとこう形にしていくみたいな、そういう次のステップというかに、で考えれるから、あ、やってっていいんだとかね、あ、この道、これ進んでっていいんだとか、じゃあどうやって形にしていこうかみたいな、っていうふうに考えれるのがいいね。じゃあいい。あとは、ピンヒールで降りてきた育代を最後受け止めるのが俺でよかったなって思う。私も。この時点で出会っててよかったっていう確の。もう違う人だったぞ。かに。そうそう、同調ってないか。確かに。あれ？とか言ってね。うわ、よかった。俺でよかったなっていう。なんかその、一緒にいてて、やっぱりすごいこう、もう
なんだろう、言葉にしに、なんかわかんないけど、この、ずっと昔から知ってたような、ずっと、まだね、出会って3年ぐらい、3年経ってな経っい、てないん実だけは。ど、なんかもう、はるか昔からずっと一緒にいたような、こう、一緒にいて、すごい、こう、感覚がすごい不思議な感覚になる。それはもう出会った最初の頃から、頭が理解できないぐらい、なんかこう、内側が、まあ、魂がすごい反応してて、でも頭では、おかしいみたいな感じで、頭はすごい否定してくるんだけど、こっちがもうすごい反応してるのは、あの階段の下で俺が待ってたから、今わかりました。ね、本当に。だから、その全部出会いの配置も全部自分が決めたって言ってたじゃないですか。その出会った時も翔平さんもね、知ってくださってる11月11日2021年そのイベントの時だったんですよ。めっちゃ大げさに出会ってるなと思って 今となったら大人の文化祭でね、たくさんの有名人に来てもらって、翔平さんにもいやさかのね、歌も歌ってもらって、あんな台本切って、コロナ中やのコロに。ナ中に、そこで出会うっていう。そう、大好きな、自分が大好きな人たちを、に、おね、お願いしたんですよ。で、その中で、みんな知ってるけど、出会ったことないのが、浩平くんだけだったんですよ。そうだったんだ。そう。初めてあの場で出会ったんですよ。なんか、その演奏をお願いしたけど、会ったことない人だったんですけど、写真で見てただけで、竹当日あまかで、り。当日に会ったっ会て。ったことなかったんですよ。当日初めて会ったと。当日初めて会った。そその、オンラインでう。始一め回、ましズームて、で打ズームち合でわせ半年ました。前にして、やりたいですって聞いて、で、まあ、電話でこう、じゃあこうですとか、やり取りしてたけど、会ったのは、その、もう当日、前日の夜、搬入の時に、初めてって言って。それまで会ったことなくて、ただ写真の竹あかりも見たことなかったんですよ、当日まで。竹あかりの実物も見たことがなないいののに、に、出会いを逃竹あしかたりい。がしたいってなぜか言ってて、竹あかりの写真を持ってたんだよ、そう、写真だ保け存をして。頼りに。ねえ。それであの規模の竹あかりしちゃったんですね。そう、ね。そで、その持ってた作品も、う。その、誰の作品か、ね。こういくの作品と思ってなくて、池田千香さんって方がいらっしゃって、その千香さんの作品だと思って、だけど、実は浩平君のこれ作作っ品。たんそう俺そうそう。だよって。今まで出会ったことないのに、えらい大層に、自分からだいぶ大掛かりなセッティングすぎる。追いがかり、登場シーンをピンヒール割に追いがかり。あれ、自分のためだったんだ。はい、でも浩平、あの翔平さん、本当に、何が？ね、その自分のためだったんだって。知らんかったよな。気づいたら自分のためやってるね。やらなきゃと思って、なんかしなきゃってなったのに、結局、出会いの場を作ってたっていう。君たちの登場の出会いの場を。それ言えるようにな。あの時のあれで出会いましたって。時は気づいてないけどね。そう。面白すぎる。あと、こうなってみて、あれはそうだったんだっていう。何年か経ってみてわかるっていう。そう。不思議な人生。素晴らしい。次行きましょうか。行きましょうか。いよいよ本題あ、です面白いな、なんかもう、今すで、まだ、これから本題なんだっけ？これはもう、で今も、日は神さんを教あ、えてそうくか、それる。う、もうすごい、もう、この時点でめっちゃ面白い。面白すぎる。全然違うしね、ほんで。全見えてるね、ところもね。然違う。ではね、今からいよいよ、内なる神様を伝えていただきます。で、私はこの神様ですって言って、で、翔平さんがこういう神様ですって神話を伝えます。まず、いっちゃんの一柱に、神様成分が自分の中にあると思ってください。で、
3人お伝えするんですけど、もっともっといっぱいいます。はい。神様成分の多い順からお伝えしていきなるまほど。す。成分の多い上位。はい。はい。どうしよう。次からいきます。1位は雨のうずめさんです。雨のう雨ずのうずめさんや。前会った時も言ってたかな。違ったかな。め。いや、多分違う。僕が伝えたことがあるのは多分違う神様なんで。雨のうずめさんや。踊る人やな。舞う人やな。まあ、踊る人なんですけど、踊るっていうことは手段であって、うずめさんの本質っていうのは、希望を忘れない人なんですよ。ね、天岩戸開きの時に踊りを踊った方なんですけども、岩戸が閉まった時に世界中が真っ暗闇に閉ざされてしまって、神々たちはもう絶望してるわけですよ。これをどうにかするっていうやり方がわからない。どうやってこの状況を打破していいのかが全く見えないから、もう神様たちはもう完全に意気消沈してるんですよね。もう何をやっても無駄だって諦めてるんですよ。もうそこに唯一諦めてなかった人、この娘さんなんですよね。何かできることがあるはずだって。岩戸が開くかどうかなんかわからないけれども、でも今自分にできることが何かあるはずだって。で、その辺にもう、で、神々の顔を見たらみんな、チーンって、こう、しながら、とりあえず楽しもうよって。で、とりあえず、もう自分はだ、踊りを踊れるから、だから、もう踊るわ、私踊るわ、みたいな感じになって、この辺に、生えていた木の鶴を切り取って、これをこう、着物を巻くたすきにして、もう木の鶴でたすきを作って、で、実がついた、葉っぱを切り取ってきて、で、その葉、その、実がいくつもなっている、草があったんで、その草をエアー鈴みたいな感じで、鈴代わりに音は鳴らないけども、雰囲気で、こ すごで、その辺に置いてあった桶をひっくり返して、これが舞台だっていう感じで、その上に立って踊り始めたんですよ。い。だから、舞台が整ってから踊ったわけじゃなくて、自分でもう、とりあえず、そこにあるもので一セット作って作ってたんですよね。で、踊り始めたら、意気消沈してる神様たちも、まあ、なんか、このまま塞ぎ込んでいてもしょうがないよなって、まあちょっと、歌うかとか、で、叩くかみたいな感じで、少しずつ神様たちも少しずつこうそれに合わせて持ってきて、だん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 こうみんながこう乗ってきて、最後にはもううずめさんがわーって盛り上がって、もう神々たちもわーってみんなで輪になって、うざいうざい踊って、で、最後はおうずめさんが、もうこれだ、最後の決めポーズじゃないけど、わーってなった瞬間に、この足跡でつけていた鶴が剥がれて、バサーっとはだけて、着物が脱げちゃって裸になっちゃうわけです。裸になっちゃうんだね、そうだね。で、神、で、キャーってなった時に、神々たちが、もうその、ドッと笑ったんですよね。真剣にやってたところから、急になんか恥じらいを感じる少女のうずめが出てきたまで、なんかめっちゃ神様たちも笑って、で、その笑いがアマテラスに届いて、で、アマテラスが何だろうって言って扉を開けるっていう仕事ね。決して別に顔を見せようとして踊ったわけではなくて、普通にこの状況を、何とかしたい。自分にできることがあるなら何だろうって、とりあえず踊ることしかできないから私は踊るんだって言って踊ったんですよ。それが結果的に場に大きな渦を作っていったんです。なんでまさにその渦の目になったんで渦目って言うんですよ。まさにこの真っ暗闇でどういう、この世界をどういうふうに進めていったのかわからないっていう状況が、もう日本ではコロナ禍だったと思うんです。確かに。の中であのイベントをするってことがまさに渦目そのものだったなって思って。で、台風って言われて。確かに。渦の目やから台風って。ああ、確かに。だから台風って言われたよね。巻き込んでいくから。まさに台風そのものですね、渦目はね。渦の目になってたんやん。だからな。すごいそう。な。みんなに無理って言われたもん。まあ、そりゃそうやろ全員ね。に無理って言われた。そう。だから本当にその、言うたらその、
理屈じゃないじゃないですか。うん。こう、言ったら、踊れば、岩戸開きで言ったら、踊れば岩戸が開くわけじゃない。考えてよってなるんですよ。他の、ちょっと冷静な神様からしたら、何言ってんの？いや、岩こんな戸時に。どう開けるかを考えてるのに、今踊ることに何の意味があるんだっていうふうに、ツッコミは絶対入ったはずなんですよ。なるほど、なるほど。なるいや、ほど。別にいられなかったんですよ。すごい神様。感じるままに、もう今できることを全力でやってるんです。全力でやる。感じるままに。審判に。叩けるまでやっちゃう人です。指がブチって切れるまで踊ってる。そんなところはあるよな。あるね。なるほど。いや、もうぴったりやな、っていうかもう、ほんま、そう、ほんまにその、だいぶこの成分強いよ。すごい。なるほど。だけうずみちゃんが強い方は、もう思考で頭でっかちになってはもう動けない。したことを、すなわち行動することが一番大事ですって伝えたい。なるほど。確かに。よう考えてるけどな。考え出したらわけわからんくなるもんな。せやね。でもよう考えてるよな。そう。でも突拍子なく急に、はぁってなるから、それが自分でも怖い。いつ来るかわからないから。そうなったらさ、もうさ、やっちゃうやん。やらざるを得ないもんね。そう。っていうところはありますね。周りも、え？っていう。自分もええってそなう、自分もえってなってるけど、周りもっとえってなってるっていう。でもそのなんかね、その直感的に何か思いつくっていう神様は、3番目の神様。いや、いてはるんまやたね。いてはる。なるほど。ありがとうございます。先にじゃあそれをお伝えしますね、この流れで。3番目の神様ですか？ちょっと2番目と3番目。2番目と、はい。神宮皇后様。おー、神宮神宮皇后。皇后様。この今打ってもらったやつ、字で。そう。これが2番目。3番目。あ、3番目。あ、3番目。神宮って読むの？神宮皇后。はい。めっまあちゃね、多分。直感力の人。本当にその、まあ、メッセージを受け取るというか。そうです。腕力の人。本当にその、まあ、ご神託だったりもするんですけども、島の中では、その、大好きなパートナーがいたんですよ。その、大天皇っていう、まあ、旦那さんがいたんですけども、旦那さんは、あるミッションを持って、九州に赴いていて、九州から、その、隼人っていう、鹿児島にいる、まあ、敵を、まあ、倒すために、こう、九州、福岡に上陸するんですよね。上陸したものの、そこで神宮皇后が、神様が上からの神託を受け取ってしまうんですよ。朝鮮半島に行きなさいっていう。朝鮮半島に、軍を進めれば、もう立てどころに向こう、戦うことなく向こうがもうそれをなして、降伏してくるから。だから、もう私が信じた通り、私が言った通り、朝鮮半島に行きなさいっていうメッセージをもらうんです。仲介天皇にそれを伝えたら、お前何言ってんだと。俺は何のために来たと思ってんの。隼人に向かうために、ここに来てるのに、今、ここで向こうに運を割くわけにいかないし、お前が言ってることが本当なのかもわからないからという。それはもう、今はやめろっつって、そのまま隼人征伐を決行しようとするんですよね。そしたら、もうその日のうちか数日後に、その中学でも亡くなってしまうんです。原因不明の死を遂げて。それで、再び神宮皇后が、もう一回ご神託を聞いたら、やっぱり同じように朝鮮半島に出てくるんですよ。ました、観念しますって言って、そのまま言葉通り朝鮮半島に行ったら、その通り相手が降伏して、見事を収めて帰ってくるっていう人の
から、まあ、そこからはうちらが受け取ってるストーリーなんですけども、本当にその後は神宮皇后は直感をすごい大事にするように。やっぱり自分が受け取ったにもかかわらず、それを伝えきれなかったことで、大切なことをしてしまったことで、やっぱりその受け取ってるメッセージって、根拠がなかったとしてもすごく大事なんだ。ということは、本当に相手の命を落としてしまう。本当に機会を提供できないことになるかもしれないということで、すごくそこからは感じたことを、すごくそのまま受け取ったことをそのまま伝えるということを、すごい大事。で、かつ、プラス、同じように、やっぱりその直感を受け取っている女性っていうのは、やっぱり世の中にいっぱいいるわけですよ。でも、世の中社会的には、根拠がないことを言うっていうのは、すごく社会的にはアウトじゃないですか。根拠があって、そんなことないっていう話になるから、それで女性っていうのは、こう、感じたことがあっても言えなかったりとか、もう、そういう女性をサポートしていきたい。そういう女性に直感で、あなたが受け取ったものがあるんだったら、それをちゃんと信じて行動していいし、伝えてもいいんだよってことを言う、励ますように伝えるってことも自分をしていた。なるほどね。なるほど。ね、ジフルコは本当に女性を応援したい。ここはあるかもしれない。つながってるかもしれないね。なあ、2番目の神様をお伝えします。玉依姫。玉依姫。知ってるよ。知ってるよ。あ、知ってる。知ってますか？玉依姫さん、本当に育てる人です。よっていうのも、まさにそうこう。ですね。確かに。家族に行くよ、しかも育てる字ですよね、確そう、私の字、育かに。ね。て、そう、本当に子育ての神様です。育てる人。神武天皇を育てた人、この国の初代天皇である神武天皇を育てるものです。育てる人。子供だけじゃなくて、本当にその人を自立させる力、その育む力っていうのがすごくある。依存させるんじゃなくて、子供がね。その人らしく生きれるようにサポートしてあげる、まあ、育んでもらう。確かに。もう息子高一で自立してますもんね。早かったね、普通に。鹿児島で一人暮らしで。ねえ、あ、しかも鹿児島鹿なん児だ。島なんですか。鹿児島に一人で暮らまさに玉依姫の本拠地ですよ。お二人にはぜひ、お二人で行ったらいいの、鹿児島。今、この間行ってきたんです。その息子の英語のスピーチを聞くために。で、なんだっけ、あそこの神宮さん。か、えーと、か、えー、何やったっけ。鹿児島神宮、霧島神宮。霧島神霧宮島です。神宮。霧島神宮。そうか。そうなんや。玉依姫。鹿児島の人だって。すごい。なんか。とにかく、まあ、ゆくちゃんはその、人を自立させ育む力もあり、まあ、で満足もあるんですけど、やっぱりその、ビジョンから聞いていくと、女性も自立させることができるんじゃないかなっていう、私、個人は、ことも思いますね、神ね。宮皇后と、まあ、天皇陛下は。今
この3人の成分から見てってことですかね。まあ、そんな感じですね。ヒントも一つとして。ありがとうございでもいいのか。今3人お伝えしたんですけれど、まあ、それもいっぱいいるんですけど、あるんですけど、これからの人生、よりこれを意識して使うといい神様っていうのもあります。それが一木島姫。この間お伝え前言ってくださった。そうなの、一島姫がまだそこまで生かしきれてない。現時点での、いっちゃん的には、一木島姫がいるけれど、まだ、新たな、ステージで、次にまた、育んで、それを、生かしていくっていうのが、大事みたい。一木島姫っていうのはそのビジョンを掲げるビジョンリーダーみたいな感じなんですよ。で、ビジョンリーダーなんですけども、その言うたら自分のやりたいを表現する人ではなくて、世界がこうなったらいいっていうところを表現する人なんですよ。そんではなくて、この世界が向かうべき、本当にみんなにとって向かうべき方向性を指し示すビジョンリーダー。なんかエゴを超えてつながっていけるような、そういう大きなビジョンを描くことができる人。だから本当にその違いを超えてつながることができる。それこそ自分の個人の会社を経営している人とか、なんか個人で成功している人たち同士が、こう、その枠を超えて、なんかつながれる、もっと大きな、でつながれる、その大きな目的を描ける人なんです。それを発信できる人。なるほど。それを掲げることによって、その思いを伝えるだけで、共感したりとか、一緒にやりたいっていう人を集める力もあるんですよ。自分がなんかこう、実務的なことをしなければいけないとかじゃなくて、一番初めはただそのビジョンを、その思いを語り継ぐっていう。あげる。なんですよね。そう、本当にジャンヌ・ダルクみたいな、こう、旗揚げされたし。肩を結落とす。構、これ、さっちゃんが持ってる。一気しみひさっちゃんめちゃくちゃこれ強いです。ね。一番に出てきたのが、なんかわかる気がしますか？話、わかる気がします。超そんな感じがする。でも、その前、この間お会いした時に、翔平さんが言ってたのが、この一期生で、特にイベントの時はそれが強く出てた。ますって言って。本当にあの時はだから、うずねもあったし、神宮皇后もあったしね、多分、七島姫も本当にいろんな神様がすごいフル活用を発動したんだと思うんです。本当になんか魂が突き動かされるようになって、今内側の神様にこう総動員されていくっていう感じ。なるほどね。一木島姫さんはどこにゆかりのある神様ですか？で、次の、ご縁のある。ああ、そうかそうかそうか。まあ、その時聞いたらいいんか。でも、一応でもいいよ。そのまま言ってもいいんですけど、宮島。宮島って宮言った島？ら、綺麗なところ。広島の？そうそうそそう。ああ、あっちなんだう。島。ね。この神社の名前を厳島神社って言うんですけども、厳島から来てる名前で。あ、そっかそっか。そこか。めちゃくちゃ綺麗なとこやん、そこ。見たことありますか？聞いたことないですね。ある？ないような、あるような、おばあちゃんが広島の人やから、子供の時行った神社かもしれん。かもしれん。一緒に行ったけど、海の上に浮かんでるような感じの神厳島神社だ。来ました、行きました。社。行っても、行っても。本
だから、この神様をすごく信仰してたのが、平清盛っていう人なんですよ。で、もう平清盛公は、もう本当にその嬉島姫さんをすごい大事にしてて、で、宮島っていう島が、まあ、その嬉島姫、もしくは、まあ、もともと弁財天っていう島なんですけど、ここを本当に恐れ敬って、で、その島に土足で足を踏み出ることをはばかったので、島に足を踏み入れずにお参りができるように社殿を作って、海に。なるほど。へえ。すごいね。なるほどね。いくちゃん、平家国。おい。ね。平家に怒りがありそうへえ。です。平家にゆかりがある。うん。それは今、翔平さんが来た。まあでへえ。も、話したから、すごいピンときたし、清盛公自身がね、すごく世界を見ていた人なので、そう、もともと、ちょっと話それちゃうんですけど、京都に都が今でもありますけども、もうあったんですけど、初めて京都以外に都を作ろうとしたのが、平清盛公です。に都を移そうとして、なぜかっていうと、世界に開いていくための都がある場所。で、本当に日本の中だけの枠にとどまるんじゃなくて、世界とやり取りしながら日本を強くしていこうってことを考えた、あの時代はそこまでビジョンを描いてました。今、世界での一番中心に。これからそのみくちゃんがまた新たなビジョンが生まれていくかわかんないけど、なんか今改めてこう本当にこう何がしたいかっていうかと、世界にとっても何を自分がするかっていうのをこう描き直すタイミングで、ただまた本当に一気に島に出た。確かに。なんか今まだそこがちゃんとそれこそ定まってなくて、こう模索中というか、それこそ引っ越しも考えてるんですけど。今、南海トラフとかこう言われてたりして、三重の場所はどうなんだろうとかいろいろ考えてて、この次世代、この命のバトンも私たちはつないでいかないといけない中で、やっぱりここで何かあって、その命を途絶えさせてはいけないってすごくあって、そうなった時にやっぱりより安全な場所に行く方がいいんじゃないかとか、こうでもじゃあ安全な場所ってどこなのって、どこもどうなのっていうところもあるんですけど、いろいろ調べながら。でも自分のなんとなく直感的に、島根だったり鳥取方面がなんとなくこうアンテナというか来てて、ちょっとその辺も視野に入れつつ、なんかいろんなことをちょっと考えては今いるんですけど、でもしそこに移動した時にまたどうなるのかなとか、でも不安もやっぱあるし、いろんなことを今ちょっと方向転換というか、本当にじゃあ何を大事にするのとか、こういろんなことを相談し合いながらちょっと考えてる、最中なんですよね、今。兄ちゃんのメモね、今見てるんですけど、兄ちゃんのメモ見てるんですけど、なんと行くといい場所に、出雲。そう、もう条件取っ払ったら、いつもって言ってる。出雲って言って、に呼ばれてるって言ってて、ただ、実家の大阪、行くの、実家が大阪だったりとか、うちの母が三重県伊賀にいたりとか、その、仕事で。そう、仕事の問題というか、すごい、ここから行くとだいぶ奥の方っていう感覚があるんで、その距離とかで、って思ってるけど、一番ピンときてるのは出出雲なんですよ。雲。でも、エリちゃんも一番最初に出てきたのが出雲なんですって。ああ、そうなんだ。やっぱりそうなんや。まあ、出雲もそうだけど、出雲は遠いな。でも、飛行機使ったらいけるかとか、なんか、こう、空港あるんそう、だよ空港あるんね。ですよ。そうだそう。から、だから意外と大阪の、
行けるか空港なからだとか。1時間で行けちゃうで感ね、いじ。つもね、超素敵な、なんか物件を見つけてしまって、そうなんだ。そで、こでいいじゃないですか。そう、ただ、すごい金額で、じゃあこれをどうやって手に入れるとか言って、いそうそうそう。ろいろこう、そう、そう、そうなん、ね、うん。そう、結構ね、いろいろ考考え、えてるよね、そう、ね。でも、すごい今、エリちゃんから見せてもらったんですけど、後で言いますけど、ブッチーさんも、一番目に出てきたのが出雲だったんで。やばい、時間当たってる。当たってるな、だから、ちょっと家を見に行かなあかんな。すごい、一致してるとかなかなかないよないね。すでごす、すい。ごまあ。い。まあ、でも、住むのかご縁があって言ったらいいよっていう神社なのかもわわかかんんなないいけでど、すまあ、け住むど。ところまでは断定できないけど、ただ、縁がめちゃく縁ちゃあがるとい一うか。番あるのは、いつも早く行こうって言っててんな、ずっと。ずっと、そうそうそう、言ってるねんな。いつも早く行かなとか言って、行った方がいいとか言ってな、言ってて。ええな。さすが。ね。いらっしゃるのまでねと思います。え。ねえ。自分で分かってんのね。面白いよな。やっぱ出雲なんだな。あ、そうななんでなんて俺は思うさ。多すぎるやろって出雲は。あ、行そう、っ地た元こだ。とない、ないそう、行っですたね。ことなくて。パン屋。へえ。行ってみたらいいねえ、なんか、それこそ、何にも遠いぞって言っ出て。雲に呼ばれている気がするとか。ねえ、それこそ、ツアー企画しましょうか。いやああ、めっちゃいいね。なんもう、これで、か、ひもときツアーみたいな感じで。どうしようって言ってね。そう、さっきの神宮皇后、こうに神宮皇后様の話になると、なるんですけど、やっぱり、思考は、ああだし、こうだし、出てこうやんやん、みたいな。大丈夫なとか。じゃあ仕事は住むところは子供たちは学校はみたいな。仕事戻ってき、大阪戻って毎月やらなあかんし、三重でも竹あかりやってるし、みたいな。ああでもない、こうでもない、出てくるから、どうしようってなるんですけど、でも、なんか魂なのか何かは、出雲に呼ばれてる気がする、みたいな感覚。困ったな、みたい困な。ったね。これが神宮皇后とか中外天皇の葛藤なんですよ、これ。そうですよ、本当に困る。でも直感の声を大事にするってのが神宮皇后でもあるからね。もうみんな連れて行かれへんかなとか言ったりして て、親戚一同ね。全員で行かれへんかなと。そこで多分、一木島姫をちゃんと生かすと、もしかしたら道が開けるのかもしれない。なるほど。ああ、確かにそうかもしれなんかこの後のね、メッセージにもかなりつながっていますね。ない。そうなんや。また、それでお伝えします。なるほど。一回じゃあ、プチ。そうですね。セーブ。はい、お願いします。第1位は、多分聞いたことないと思いますけど、雨の真裏。誰？どちらさん？雨の 雨の真裏。マウラ。雨のうずめじゃなくて雨の。雨のまで一緒やね。あ、でもね、同じ岩戸開きの時に出てくる神様でもあるんですよ。岩戸開きに出てくるけど、岩戸開きの中では一番マイナーでもあるんですけど、どんな服ですか？職人です。わあ、すごい、やっぱりそれ、まあ、そういう性質なんだな、だから。すごいね。職人なんや。雨の雨さん、よろしくお願いしまずっと職人やってるんだからね。職人やっなんかてる。ね、魂で生きている方って、本当にポーンって出てくるんですよ、神様が。もう、ありも言わさず、もう、早瀬で雨の真裏っていうのが。もうスパーンと出てくるんですか？出てきました。まあ、うずめさんもそうです。職人。脱職人どうと出か。てくるんだ、脱職職人。人っていうそうだのね。か。そうそうそう。ね。前世。したこもう最初の魂のことをお伝えしたものも、そのもの神様にしたんだけど、
本当にこの一つのことを探求し続けて、本質につながり続けて、それをやり遂げる力。練習中。なるほど。娘かもしれないね。なんて？一つ目の神様とも言われていて、別名、目が一つ？一つ目そうなの？で、こうというよりは、なんかね、ずっと片目をつぶりながら何かをしてる感じなんですよ。そういうことね。そうそう。だからずっとなんかこう、集中して何かをしてる感じで。で、本当鍛冶職人みたいな感じなんですけど。なんで、あれは鏡を作ったり。一般的にはこう鏡を作ったっていうことでなっている神様。鏡というか、なんか多分、鋳型を作ったのかな。なんか、ちょっとね、厳密なところはちょっと神話の中では紐解けないんですけども、多分その神話の、まあその、アマテラスを、ね、表に出すために鏡を作ったんですけども、鏡を作った神様も何人かいて、まあだから鏡だけであれば、その、石こり止めっていう神様と、この天の真浦っていう神様がいて、天の真浦さんが多分鋳型を作って、ここでできたものに装飾をしたのが石こり止めさんなんですけども、鋳型を作って流し込んだのか、鋳型そのものを作ったのか、わからないんだけど、とにかくその鏡作りに携わった神様の一人。すごい。精巧なものを多分作るときに、多分真剣に、多分もう一心不乱でもそこにもう全集中しながらそれを作ってるっていう感じ。なるほどね。でもよくさ、やって作品作りしてるとき片目つぶってるよな。そう。そう、なあ。そうなんだ。ええー。片目つぶって自分の作品を見たりとかすよる。し。雨の真裏だから。ああ、よし、出会ったときよくウィンクしてきてたしな。雨の真裏が出てたな。雨のね、だけ出てしまった。多分ね、別名を多分雨の真一つっていう名前だと思うんです。雨の真一つの御事っていう神様がいて、で、その神様が祀られている一番有名な神社が多度大社っていうんですよ。多度大社、嘘やん。多度大社って、三重県にある。そう。三重県の、愛知県の方にあそる。うそう。三重県と愛知県のちょうど境目ぐらいの、そこは桑名なのかな？そうなんだ。桑名、まあ、そのあたりにあるね。桑名といなべのちょうど境目ぐらいの感じかな。ってことある。あるの？ある。ふらっと。あそこに祀られてます。いけるね。二軒だったらね。いいかな。雨の場一つ。なんかね、初めて聞いた。桑名みたいなね。あんまりこう祀られてる神社少ないので、めったにいないので、そこはすごい、まあ、人志さん祀る神社としてはすごい有名。大きな神社だけどね。すごい大きい神社。で、大伊勢大神宮って言われるぐらい、まあ、伊勢神宮に、の、まあ、その北にある、すごい重要な神社が。ねえ。まあ。雨の真浦さんがつながったことがあるのは、三上山の近くなんですけどね。違う。滋賀県の三上山っていうところ、近江富士って言われていて。つながったことがある？あ、そう、それこそ僕ら、むすひっていうセッションをさせてもらって、今日お伝えしている神様セラピーっていうのは、魂のリーディングをして、それに、すでに内在する成分の多い神様からお伝えしているものも、むすひっていうのは、その魂のその成分をある意味活性化させるというか、本体、その人の中にあるものじゃなくて、そこの本体、そこがつながっている、この地球上にある本体のエネルギーのある場所に、この人をお連れしていって、そのエネルギーを借りて、その人の魂をより活性化する、起こしていくっていうセッションなんですよ。
リアルにその時に連れて行って、その人の魂がより働きができるように、神事をするって感じですね。そうやって、僕ら全国各地行かせてもらって、一人一人にふさわしい場所にお連れして、祝詞をあげたりとか、ご神事をしながら、その人の魂を起こして、その土地もまた起こすってことをしてるんです。素晴らしいですね。それを、なんかさっき提案したのは、それを二人に出雲でやったら面白いんじゃないっていうふうに言ったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。そしたら、その二人にとってご縁がある場所もわかるし、二人の魂もより目覚めるし、体も活性化するので、職人さん。は、浦さんでした。ですね。では、二人目。はい。いきます。二人目は、スサノオ様でした。めっちゃいいやん。スサノオさんや。余裕出るもんな。作ったし。スサノオさんで結構その、やんちゃな側面がすごくね、取り沙汰されることが多いんですけども、スサノオさん最初やんちゃします。で、天の、高天原という天上界で、いろいろ人にいろんな嫌がらせをすることで、迷惑を受けて、結局追い出されることになるんですけども、スサノオさんがね、なぜそういうことをしたかって言ったら、すごい高天原っていうのは、本音を隠しながら、もう、何事もなかったように、いい感じで、体裁を取り繕うっていう、いわゆる一般社会みたいな。ここにはなんか本当がない、嘘っぱちだみたいな感じで、それでみんな何を考えてるのかわかんないみたいな、すごいスサノオっていうのはめちゃくちゃ心の声に正直な人なんですよ。なんで、心の声に正直に生きて、結局でもその結果、社会一般の常識に合わせたりするっていうことを、小さい時はすごい否定してたんですよね。で、みんなが決めたルールを守らなきゃいけないんだって言って、と否定しながら、心のままに生きてこそ人じゃないかみたいな感じで言ってたら、でも社会にはルールがあるんだから、社会の弾き者だみたいな感じで弾き出された感じなんです。で、そこから、でもその後、スサノオはすごく変化したんですね。その時、高天原で、その自分自身が、みんなに迷惑かけて、で、その結果、天照が岩田に隠れてしまって、で、岩田が出てきました。その時に、スサノオを、このね、責任を取って、何かしらの罰を与えなければいけないっていうふうになるわけですよね。神々が相談した時に、天照が、それを取り成してあげるんですね。スサノオにもやっぱりいろいろあってってことで取り出してあげたときに、じゃあスサノオに、じゃあ、スサノオにとって、じゃあどういう処分がいいのかなっていうことをみんなで話し合ったら、結局スサノオはすごい心を大事にするあまり、形とか体裁とか人からどう見られるかってことを完全に無視してきて、だからまず、この社会のルールっていうものがあるってことを認識させるために、その古事記の中では、手足や、ひげや手足の爪を切って、きれいに小ざっぱりさせて、そこを出させたって書いたんですね。だから今で言ったら、金髪ピアスがあるからお前を誤解されるんだみたいな感じで、ちょっとちゃんとした格好に一回ちゃんとして、スーツ着たりとかちゃんとして、出直してこいみたいな感じで言われた。で、スサノオはそこから高天原を追放されて、議会に降りてきたときに、でも、スサノオ自身はもう、俺なんて生きる価値なんかないかもしれないって思っていたんですけども、たまたま、ヤマタノオロチに襲われる村があって、そこで生贄にされそうになっている娘がいたんですよね。で、その娘を見て、なんか一度、俺なんか生きる価値ないよなって思いながらも、でも自分にできることがあるんだったら、自分の生きる価値を、存在価値を知りたいなっていうところがあったので、俺にできることがあるんだったら何でも言ってっていうふうに言うわけですよ。そしたら、あなたは誰ですかって言われて、
いや、私は天照の弟のスサノオだけどっていう話をしたんです。そしたら、それは尊いことですねって言って、天照様に何でもお力貸ししますんで、何をしていいか教えてくださいって言われて、それで、じゃあ、これを用意して、こういうふうにして、そして、スサノオを、まあ、そういうふうにしてくれたら、俺がスサノオ、ヤマトロンチを何とかするから、で、もし何とかできたら、この櫛灘姫というこの娘を俺の妻にもらえないだろうかってことを言ったわけですよ。したら、全部 OK してくれたんですよ、ね。あの人が。でも、実はそれって、スサノオからしたら、すごい初体験だ。なんていうと、高天原では誰も自分の意見を聞いてくれなかった。もうすべてが自分を無視していた。そんな高天原での辛い経験があって、俺なんか生きる価値ないんだよなって思ってたけども、そこでは自分の存在を認めてくれて、かつ自分が言ったお願いを全部聞いてくれたと。何なんだこの違いはって思った時に、そうか、身なりだって思ったんですよ。そう。あ、大事なんだ、こういうのって。だったりとか、身なりだったりとか、そういうのがあるから、人は安心して、こう、ものを頼むことができるっていう、その一般常識だったりとか、そういう社会的な体裁っていうのも、やっぱ生きるための知恵として大事なんだなってことを、スサノオは初めてそこで体験して、まあ、それで力を貸してもらったんで、それで、スサノオ実際にヤマタノオチを退治したときに、その尻尾から剣が出てくるんですよね。剣が出てきたときに、それを、もう、間髪、もうそのまま受け取った、手に入れた剣をそのまま、アマテラスに献上しに行くんです。スサノオのそれまでだったら、多分、俺は頑張ったんだし、別に何を形に示さなくてもいいよね、っていうふうに思ったと思うけども、ちゃんと形にして、お詫びの印として、ごめんなさいっていうことの印として、ちゃんと、剣を奉納し、そして自分がこれからこう生きていくってことの、ある意味宣言としても剣を奉納したんですよね。そしたら、アマテラス自身が、あ、スサノオもようやくそこに立てたんだっていうことですごく認めて応援して、スサノオが、自分のね、新しいパートナーと一緒に新しいステージに上がろうと思って、ある丘に登ったんですよ。これからも何もないけれども、二人で人生やっていこうねって言いながら、丘の上に登ったら、そこに雲が幾重も取り囲むんです。まるで新しいね、住まいの保証がないにもかかわらず、新しい住まいを天が用意してくれたのかのように、それこそアマテラスがこの雲で囲いを作ってくれたんですよ。上にも雲が、それこそ入道雲みたいにバーッと取り囲んで、自分たちの新居を天が祝福してくれてるんだっていうふうに体感できることを雲に包まれたんです。その時にスサノオはアマテラスにまあ感謝というか、本当にアマテラスに気持ちが伝わって、思いを届けてくれたんだなってことにすごい感動して、そして、思わず歌を詠んだんです。それが、白も立つ、出雲八重垣、妻の身に八重垣作る、その八重垣をっていう。本当に白もたくさんの雲が立つ。で、その雲がいずる、その八重垣によって、この八重垣っていうのはその囲いのことなんですね。囲いが、雲が幾重にも、湧き上がってきて囲いを作ってくれて、妻を囲んでくれて、私たちの心境を本当に新しいスタートを、門出を応援してくれてるんだなっていう、本当に感謝だなっていうことを歌に詠むんですよ。それが出雲っていう国の言葉の語源です。出雲、それが出雲につながってくそれがる。出雲、そう、雲出るって書いて出雲でしょ。確かに。卵が読んだその句が出雲の語源になっています。へえ、びっくりやな、いろいろ。すごい。なんかそんな深く知らなかった。で、スサノオはそこでその出雲を中心に新しい拠点を構えて、それこそ新しい出雲。絶対なんかリンクしてくるから。すごい。出雲を中心に新しい拠点を構えて、そして根の国っていう国の長になるんですよね。根の国っていうのは地上の下にある場所で、
一番土にね、足に踏まれる、人の足で踏みつけられる場所なんだけども、でも本当にその人がこれから活躍していく、地上で活躍している人たちを根っこから支えるっていう人なんですよ。スサノオのもとにいじめられっ子だった大国主がやってきて、スサノオのもとでこう根性を鍛え直して、そしてやがてその根の国から這い上がって、地上に出ていじめられてきたやつらを全部やっつけ直して、そしてこの地上を治める大いなる王になっていく。それが大国主を土台で育て支えたのがスサノオなんです。だから実は出雲っていう国はスサノオが治める場所です。で、そのスサノオが治めるところに、まあ、ある意味そのスサノオの、まあ、代理人じゃないけども、スサノオに修行をつけてもらって活躍できるようになった大国主が代わりに治めてるっていうのが出雲大社です。出雲大社の本当の主催神はスサノオすごい。です。本当に根っこから、根っこの、縁の下の力持ち、根っこの部分、地上に、表舞台に、で活躍する人たちを、もう、下から支えるっていう、支え、バックアップするとかね、支えるっていう感じがする。根の力ね、本当に根性っていうか、根の精と書いて根性。確かに。根の。それで島根は島の根っこって言ってんの？それもあるんか。島の、だから本当に、だから今は、なんか、西日本というか、こう、日本海側って、今でいう裏日本みたいな感じなんで、向こう、昔、古代だったら向こうが表だったんで、ここが根っこになって、この日本っていうのを作って、ひっくり返して、向こう側から見てもらったら、島根が根っこなんで、日本が支える土台なんで。なるほど。ああ、確かにね。日本という島、日本列島本州という島の根っこっていう位置づけで島根が。面白。面白いね。本当にあすごい。すごい。面白い。素晴らしいお仕事をされてますね。改めて。ね。リンさんはそのスタノーとして、本当に人を根っこから伝える力。スタノーとして。っていうした。ですね。大丈夫ですか？大丈夫です。では三3番目。番目なんて、2番目が玉の矢。たまや。もう全然聞いたことのない。ちょっとかいメッセージのところに、玉のや。この玉の屋さんも、実は岩戸開きの時に出てくる。だからね、二人合わせて、かなりね、まあ、娘さんもそうだし、雨の真浦さんも玉の屋。だから本当に、岩戸開きにやっぱりこう関係があるんだなっていう感じがします。で、岩戸開きの時に、まあでも、で、実は岩戸開きの時に8人の神様が登場するんですよ。何人？7人。8。そう。岩戸開きの時にアマテラスが岩戸にこもった時に、この状況を何とかしようとして立ち上がった神様が合計8人です。8人、この8人が、に雨のうずめさんと雨の真浦さんと玉玉のの。5分の3、あ、じゃあ8分の3いるってこそう。一応、うちらが多分リーディングできる神様、多分200ぐらいいるんですよ。のうちのね、
天と開き、岩と開きに。岩と開き。で、まあ、ちなみに一応、ついでに言っとくと、この8人、残りの5人っていうのが、タジカラオさんとか、カジカロ。タジカラ。は、重い金と、あと、石こり止めと、あと、雨の小屋根、あと、太玉、雨の太玉っていう感じ。全然知らんな。大体ね、うずめとたじからおぐらいがね。この8人がそれぞれの、もう、能力というか、才能というか、ね、特徴を最大限に活かし合いながら岩戸を開いていく。で、それぞれがすごい重要な役割を。この玉の屋さんって、どういう神様かっていうと、勾玉を作った神様。めっちゃすごい。ものづくりしとんな。漫画の。ものづくりの人ではあるんだけども、また違う、雨のマロさんとは違う意味合いで、ものを作ります。で、この、玉の屋さん、勾玉を作るんですけど、勾玉の意味なんかと、実はその、陰陽を統合するものの象徴なんですよね、勾玉って。で、勾玉って、実はその、陰陽統合のマークってあるじゃないですか。こう、黒と白で。で、あれって、両方合わせて本当は勾玉なんですよ。片方だけで勾玉の形をしてるっていうふうに思うんですけども、片方は形があって目に見える。でも片方は形がなくて目に見えない。だけど、あるんです。両方あるんです。例えば、月が、まん丸なんだけども、見えてる部分しか月と呼んでないのと一緒。三日月だとしても、ちゃんとまん丸の月がそこにはあるはず。月だけを僕らは捉えて三日月と呼んだり、半月と呼んだりしている。勾玉も同じで、実は、こっち側の半分しか、姿を見せてないんだけども、残り半分に、見えない部分がくっついてる状態。もうこれある。すごいすへえ。なるほだど。から、そう、勾玉を持つことの意味っていうのは、実はその見えない半分を意識するための呼び水みたいな感じなんですの半分だけの勾玉、半分だけ、勾玉の半分だけを持つこと、身につけることによって、見えない世界にアンテナを張るっていうことなんですなるほど。よ。そう。なので、まあ、勾玉は思いやりを象徴するとも言われるんですけども、やりっていうのは思いをやるっていうことなんですよ。見えているものの向こう側に思いをやるっていうのが思いやりなので、一緒に出会っている人の家族のことを考えたりとか、その人の内側の心がどうなっているかを考えるか、そういう、ここに、見えてないところに思いをやるっていうことが思いやりだったりする。それが、勾玉を象徴する。この勾玉を作る職人っていうのは、その人の向こう側にある、その人の中にある魂の本質みたいなのに、触れていくっていうか、そこを、その、本人も気づいていないようなその人の魂の本質にアクセスして、それを形にしてあげるっていうのが勾玉。いい意味もあるんだけど、でもその人の奥を見抜く力を持っているのが玉です。あとはその本質、何でもそうなんですけど、取り組むことでも、本当にその本質を探求し続ける。見えているもの、向こう側にあるものを見ようとする力ですよ。人が何か言ってようが、見た目はどうのとか、結構どうでもよくて、本当にその方面白い。なんか、ね、それこそちょっと、話、
勾玉を、急に勾玉のペンダントが欲しくなって、私、今、作ってもらってるんですよ。ちょうど勾玉の自分ので、そう、で作ってもらってて、なんか一緒に持ってたらいいねとか言って言って、そう、って言ってるタイミングだったんで、なんかそこもぴったり 来るからびっくりしちゃった。そうなんですよ。作ってたんや、玉のやつ。すごい。頭。音質を見抜く。そういうものやったんやな。いいね。で、あと、今からこう今後生かすといい神様をお伝あ、はい、お願いします。えしますね。これも聞いたことないと思います。大曲月日。大曲月日なの。ええー、そうなんだ。お、曲月日？誰？大曲月日。女性ですか？え、男性。男性か。大曲月日。そう、マガゴトの神様です。何ですか、マガゴトって。え、災い。ええー、大丈夫ですか？そう、って言われてます。で、一般にはだからその疫病神とか災いの神様って言われてるんだけど、決してそういう、何、悪い神様ではなくて、もう、この世の中にある、この災いっていうか、まがまがしいものを一回全部引き受けて、それを自分を通して浄化していく、消化する。じゃあもう絶対消化不良になるって。へえ、あ、そういう神様なの？だから、すごく上手に表現してくれているのが、千と千尋の神隠し、見たことあります？で、その時に、お風呂に入りに来る神様いるじゃないですか。されはい。神って言って、なんか自転車とか積んでたりとかいろいろあって、ドロドロで臭い汚い神様やったけど、川の神様やったっていう竜の。最後はお風呂にきれいに洗い流されて、もう良きかなって言って、すごいポンってクリアになって帰ってくるっていう感じの。ああ、そっかそっか、あ、よきかなってポンって帰ってくる神様か。ありがとうございあれがもうまさになんかに大曲月日そのもの。ました。どう取り入れてったらいいの？ほら。もう本当にもう、そんな余計なもん受けたくないのに。で、日常的にえ？と日常の中でどう生かしていったらいいかっていうことをお伝えしますね。行かせれるもん、こんな。で、これってもともと自分にあるけれども、あまり発揮していないところなんですけど、こう自分に対してとか子供に対して、あとは一家に対して使えるんですね。っていうのは、その人のいろんな、その人が持ってはいけないと思っている感情を出させてあげることなんです。もうこれもなんかこう、怒りかもしれないし、イライラかもしれないし、何かわからないんですけども、で、それをこう受け入れる力と、それを消化できる力があるんですね。大曲がして、その毒を、神様に聞こえてきた。素晴らしい。それを笑いでもう良きかなってパーンってこう消化することができるのが大曲がなーって言うをこれから。月日。かなーって言ってこそう、なんか踏み出しとか毒出しう。みたいなのをさせて貸し上げることができるんです、大曲がってきたの。素晴らしい神様や。ただ、まがごとの神って言われてるけれども、まがごとをこう引き受けて、それを消化するっていうことが分かったんです。大まかず一切なかったと。じゃあ、千と千尋のお二人が確かにそうやったなと人が捨てたものを全部ね、引き受けて。別に自分が引き受けるわけではない。自分が引き受ける。大曲月日さん自体が。あ、一自回。分で抱えるとか、そんな風に思わなくていいですか。
いや、あれを見ると、ちょっとそういうふうに思っちゃうじゃん。ああ、思っちゃう。それ紙を見ると。はいはいはい。そうでそはんない。なん嫌ですよ ね。嫌ですね。嫌ですよね。そうではないのね。そうではなくて、とにかく相手の中にある毒出しをさせて、それを笑いで吹き飛ばすみたいな。なるほど、なるほど。考えるとちょっと軽くなりました。生み出しとかね、出しちゃいけないと思ってるものとかをね。まあ、鏡になってあげるっているっていうことでもあるんですすごいな。なんで、結構、その今まで、まあ、不備だったり、まあ、いろんな地を巡っている中で、ゴミ処理場の近くに祀られてることがすごい多いことが分かりましそうた。なんだ。川ごとの神って書いてあって、祀ってある神社とか、ちっちゃい屋根とかあるんですけど、結構その周りにあって、すごいですよね。すごい、すごい心優しい神様ですよね。すごい愛ですよ愛ね。ね。で、誰もそんなにしたいと思わない。ほんまに。すごい心優しい。どう取り入れてったらいいんやろでも今言ってたさ、な。自分の中にある、例えばさ、怒りだったりとかもさ、出してはいけないと思ってるものさえも、いよいよって感じってことですそう、いいよ、そんな感じだと、いいよ、いいよ、全然出していいんだよっていう。やってるな、やっおてさとるし。な、すごい。そう。すごいよね。なるほど。あれやろ、もっと出したらいいや、みたいな。もっとだから今やってるっていうふうに自覚してもらったんだったら、もうそれを積極的にやっていったらいい。それがもっと才能としてあるので。確かに。かもしれないし、ゆきちゃんに活動するときもあるかもしれないし、家族にもあるかもしれないし、知らない人にも使っていったらいいよっていう感じかも。面白。なあ、面白いよね。すごい。もう初めての神様がいっぱい出てきたね。知らない人が結構出てきた。玉の屋さんとか、おお、わかる。マイナーな神様。目の真人、全部初めて、スサノさん以なるほど。外。面白い。休憩とか大丈夫ですか？お願いします。ちょっとトイレ行こうかトイレ行く？トイレ行こうかな、私も。しましょうか。はい、そうです。はい。一旦ちょっと休お憩トしイレだけ行って戻ってきます。て。はい。
ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。ちょっと待ってください。はい。後ろの絵って、金と銀の竜様ですか？竜ですか？竜神様。友達に書いてもらう。すごい。なんか素敵。ズーズで言うんだ。ねえ。金と。を表すっていうですうーん。ね。この真ん中のは何て読むんですか？風。あ、夫ふう。婦。おえ。あ、やっぱそそうういうかことなと思っか。て。うん。そう、かずか夫婦っていうのは二人の活動名、二人での活すごい。めっちゃ素敵じゃない？なんか。動。夫婦なんだ。夫婦。二人を止めて。夫婦。何する？リスターやろ。あ、そうか。うん。はい。どうですか、ここまで聞いて、神様。素晴らしい。もう、思ってる以上に良かったです。あ、本当ですうか。ん、めっちゃいいですね。楽しすぎる。ね、嬉しい。なんいろいか、ろリンクもするしね。そう、リンクする、本当にリンクする。聞いたらリンクする。ただ、浩平君の神様の、神様が誰ってなりすぎて、なるほどってなるけど、知らんかった、本当に。勉強になります。ちゃんと日本には祀られているので。まあ、それを今からね、お伝えしていきでは、今から、まず、いくちゃんの言ったらいいます。まあ、お二人とも、出雲が一番、まあ、言ったらいい場所として、出てきま神し社とた。いうよりはもう場所として出雲うん、が場ね。所として。すごい。出雲のどこってことは特に。今回も2人が行ったらいいのが、まず出雲大社でご挨拶。っていうことと、まあ、出雲大社行くんだったら、出雲大社行ったことあります？あ、ないんでしたっけ？私はある。ない。出雲大社は、本殿の周りをぐるっと一周できるんですよね。わかります？ゆきちゃん。忘れた。そう。本殿があって、本殿の周りをぐるっと一周するようになってるんですよ。で、実はその本殿にお祭りされている大国主っていう神様なんですけども、大国主さんは、手前側を向いてないんですね。真正面入った側からお参りしていくと、普通だったら神様はこっちを向いて、真正面向かい合うじゃないですか。でも、そこの出雲大社の大国主さんは横を向いてるんですよ。ほら、どっこ見てるんです ね、西側を向いてるんですよね。西へえ。側から北を向いて参拝したときに、神様は東から西を向いて座ってるんです。ななるんでほど。こんなことになってるかっていうと、実はその本殿よりもさらに後ろに、スサノオさんが真正面にいるんですすごーい。よ。実は本殿で、大国主さんにお参りしてると見せかけて、実は、大国主さんを通り越して、スサノオさんにお参りしてること。大国主さんなんでそんな状態になってるかっていうと、大国主さんはスサノオさんとそのお参りしてる人たちの中取り持ちというか、おつなぎ役なんですよ。だから、いわゆる神社さんとか行くと、神様がいると、神職さんが僕らと神様のおつなぎ役をしてくれるのが神職さんの役
神職さんは、まあ、神職さんによっては、ちゃんとその社殿で、まあ、正式にご祈祷とかすると、本殿にお祀りされている神様と、僕ら参拝客の間に横に座って、やってくださる方がいい。そんな立ち位置なんですよ、オープンですね。で、封印されてるとか何かがあるとかじゃなくて、ちゃんとその、お送りさんはそこの場所で、スサノオさんと、はじめの人をするっていうのをちゃんと縁がつながるようにして取り持ってくれてるっていう。なんで、まあそういう形でそこからお参りしてもいいですし、でもよりスサノオさんと直で対面したかったら、ぐるーっと回って、後ろに祀られているスサノオさんの神社にお参りしてくださああ、その回るっていうのは、その奥の須佐之様の神社に。そう、それが一番メインの目的です。参る、あ、へえ。聞いててよかった。ちょうど行こうと思ってたんで、これ聞けてるのかね、な、せっ全かく行然違うくのね。にね。わからんまま言ってるね。全然違うね。なんで、だからちゃんとその参拝、今は参拝する場所に、その、大国主さんの真正面のところにもまたお参りする場所もあったりするので、そこもして、あ、あるんですか？昔はなかったんです。最近はそういうのが分かってきた。で、なるほど、なるほど。そうなんです。そうなんです。その裏に、まあ普通に行けば裏回れば分かると思う。結構、お参りする人はみんなお参りしてます。いいこと聞きました。いいですね。じゃんは、もう一つ、八重垣神社っていうところにも行っておいて。八重垣神社。八重垣神社、どこだろえ、出雲の、松江かな。松江ですね。島根島県根県の松江松江市。市って。たまたま島根が2つあるってこと？そうですね。多分、だからその八重垣神社は、そのさっき言った、パートナーの櫛田姫。櫛田姫ゆかりの神社なんですよ。スサノオさんの。スサノオさんがこの人を嫁にもらえないかって言った。そして、新しい人生を再スタートするにあたって、一緒に丘の上に立ったっていうのが櫛田姫ですね。言ったら、雲が幾重にも取り囲んだっていうのを、八重垣って言うんですよ。そうなんだ。でさ、松江市ってあれだよ。私がいいなって思ったあの家の松江市。あ、松江なんだ。出雲市やろ。あれ、出雲市じゃなかった？松江市じゃなかった？あ、そうなの。家。よかったっけ。まあいいや。すいません。その櫛田姫のなんか実家があったところですね。この八重垣神社っていうのは。じゃあ島根行ったら、そこも一緒に行ったらいいですね。まあ、どこかには櫛田姫もいらっしゃるから、こう。八重垣神社って出てるかああ、もしそう、れないくちゃんの中にね。ですね。すごい、七姫もすごい感じる。熱いやった。いや、そう、やっぱ松江やった。行くよ。この家に住みたいって言ってる場所が松江市でした。おお、もう完全に答え合わせなんじゃない、答え合わせなんじゃないですか、これ。なんかそんな感じになって。いつも行って、やりがき行って。ありがとうございます。八重垣神社行ったら必ず本殿だけじゃなくて、まあ、行けばわかるんですけど、泉があるので、ここに行って。あ櫛田姫、まあ、よく自分の姿を映したって言われてる鏡池的な感じの泉があります。その近くがより櫛田姫を感じることができます。そこで何かした方がいいこととかあるんですか？もうがいいこと。泉でなんかお参りするだとか。一般的にね、これ僕らがおすすめしてるとかじゃなくて、一般的にそこでは、そのなんか占いをするかが、なんか紙があるね。紙が、あって、その紙になんか100円玉だかなんだか、コインを乗せて沈めると、なんだっけ。そういうのね、あんまやらないからわかんないんだけど。
もう鏡の池っていうところに、まあ、神を浮かべる占いみたいな。もあるってことですね。縁占いみたいな、池に占い用紙を浮かべ、硬貨をそっと乗せてください。早く沈めば縁が早く、遅く沈むと縁が遅く、近くで沈むと身近な人、遠くで沈むと遠方の人とご縁があると言われています。という感じで、なんか、まあ、早く沈むっていうのが15分以内、30分以上と縁、なかなか沈められない。持ってられへんな。持ってられへん。したことがないんですけど、そう、こういうのしたことないんまあ、だよ。今が好きな方はそれを。そうそうそう。なんか、そうっていうのは、なんでそれ聞いたかったら、なんか、沖縄に行くって言ったときに、じゃあ、沖縄で、その柿の花ヒージャーっていうところに泉があるんで、そこで、勾玉をもらってきてくださいって言われたことがあって、勾そう。玉って言っても実際の勾玉じゃないけど、目に見え目に見えない勾玉をもらえるんで、もらってくださいって言われたりしたりとか、ない。この間、沖縄のユタ、ノロ、ユタ野田ささんみん、たノロいな、さんユか。タさんみたいな。で、この間は、霧島神宮か。で、そこの近くに竜の泉があるから、そこ行ったらいいよって言われて、そこに行ったら、なんかピンクの光をもらってるよって言われて、なんかそういうところに行くと、なんかもらえるんじゃないかみたいな。よく欲しいポイントが出て。なんかここもらえるじゃんって。目に見えないものやけど、なんか、もらってるよって言われたりとかするんで、何もらえんやろうな、みたい 知らんがな、それは。言ったらわかるんだよな。な。じゃあ、その、なんか直感に従ってください。まあ、お二人が今からこう、エモ心境を探すっていうのにはコミットされたんですか？何？新居？あ、新居。新居ね。それもこう聞いてみたらどうですかね。なるようにちょっと思ってるというか、ね、本当に狐田姫とね、その、スサノオが神教を見つけたところにゆかりがある神社だからね、八重垣っていうのは。そういうな、なんかすごくない？いリンクしててさ、やばや、いよな。もうあの家の、ちょっと話、この話聞いてくれへんから、全部動画の、渡して。なるのかは知らないんですけど、ありがとうございます。で、あとは、神宮皇后の場所として、指名する場所が福岡県の、宮地岳神社。なんて言った？宮地岳神社っていうんです。宮地岳神社。宮地岳、へえ。あ、神宮一番人口が強い。宮地岳。まあでも本当に福岡はもうとにかく人口だらけです。福岡ですね。そうか。宮地あんだまけ。行かないね。今行ったことあるな。ここは、雨の爪の場所といえば、椿大社。え？三重県の？はい、鈴鹿の。あ、そうなんや。行ったことあるな。あるね。あそこはもうダントツ、ズメさんを感じる場所です。めっちゃいいよね、ちょっとね。いい、めっちゃいい。本殿ではなくて、本殿の右側にちょっとこう、綺麗な赤い社が、そこにうずめさんを祭りされています。右手にあるやつね。
めっちゃ気持ちいいもんね、あそこ。うん。ひろくんと。長いこと言ってないから行きたいね。その時に、翔平さんたち、えいちゃんたちは、どういう形で、自分のその神様成分が多い神社に行くときどうされてるんですか？仕方ですか？自分の、それこそ、まあ、むつひでつながっていると、神様が自分の中にいるときだったら、そこの場所に行って、自分の内なる神様の名前を唱えます。なるほど。ちょっと唱え方のコツみたいなことは、まあ、ちょっとむつひを受けた人には、そこはお伝えしてる。自分と違う存在にお参りするというよりかは、自分自身とつながる意識。あくまで自分自身とつながるっていう形ですね。なので、そのうずめさんのお社にいたときに、自分自身のこううずめさんを感じたと、自分自身にも。それがその内なる神様をこう思い出すっていう時間に。すごいな。そんなお参りの仕方したことなかった。確かに。本当に、まあ、例えば、うずめだったら、うずめとして、まあ、私はこれをやりますとか言う。宣言する。もちろん、普段しているお参りのお願いしたりとか、お祈りしたりとか、プラスは。とより。わかりました。やってみます。インスピレーションとかメッセージ、これで合ってるのかなとか、これに従っていいのかなって、こう、確信持てない時とかは、神宮皇后さんのところにして、神宮皇后に行ったり、もいいと思います。なるほど、素晴らしい、それ。あとは、まあ、さっき言ってた、宮島ですね。宮島。ああ、それが息つ、月島神社。島神社。で、玉寄姫。玉寄姫の、神社で、そんなに有名ではないんですけど、鹿児島の神社でありました。指宿指宿。ど。指宿。指宿にこう、くだま神社っていうのがあって、どんな字書くんですか？難しい。後編、ちょっと待って、神社のリンクを探してみます。星なみ。鹿児島。この間。つながった場所。そうだね。ツアーの中で見つけて、たまより姫様とつながった方がそこでいらっしゃったんです。ツアーの中でね。たまより姫。つながった。つながった人いるんで。なので、そこがね、あんまりたまより姫がここだっていう場所はない。みたいなところは正直。そうなんですね。よし。ズームのチャットに。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあそこはちょっとあの開門岳がめっちゃ綺麗に見えるとこなんで、開門岳って知ってます？知らない。もう富士山並みに綺麗なんです。もう、そこを多分一番絶景で眺められる場所なんだ。へえ。買い物。すごいマイナーか。日本の火山。日本、薩摩富士や。でも、霧島神宮にも一応置いてるんだってさ、お参り姫。あ、そうなの、ね、今出てきた。え、誰がですか？え、手前より姫。こないだ行った霧島ああ。神宮にも、いてるはいてるらしい。まあ、そう、いてるはいてるんですけどね、説なんか、明。一般に言われてる神話と、違うんですよね。なるほど。僕らが紐解いてる神話が若干違っていて、まあ、これはそんなに、まあ、もっと知りたかったらもっとあれなんですけど、とりあえずその触りだけ伝えておくと、一般的にはまあ、知らないから難しい、説明難しい。豊玉姫と山幸彦っていう夫婦がいるんですよね。山幸彦と、二人の夫婦から、宇我や吹合津の命っていう人が生まれるんですけども、宇我や吹合津の命さんを産んだものの、このお母さんの豊玉姫さんは、ちょっと、実は、ワニの姿をしているっていう、ワニやメダカの姿を、実は、いるんだけども、人間の姿で山幸彦さんと出会ったがために、私の姿、私の産むところを見ないでくださいね。山幸彦さん見ちゃったことで、姿を見られたから、もう人間界に暮らせませんってなって、海に帰ってしまったんで、その産んだ宇我や吹合津さんを育てることができなくなっちゃったんで、で、豊玉姫さんが、妹の玉依姫さんにお願いをして、で、で、妹の玉入姫さんが、宇我や吹合津さんを、を育てていたんだけども、育てている中で、そのまま2人を結婚して、それで生まれた子供が神武天皇。育てたのに結婚しちゃったみたいな感じですけど、けども僕らの受け取ってるストーリーだと、2人が産んだその子供を、結局代わりに玉簡単に言ったら、そう、代わりに育ての親として玉依姫が入って、で、普通に、事務手のを育てたっていう感じなんです。その血縁関係は特にもなくて、そう、実の親は、豊玉姫さんで、育ての親が玉依姫さんっていう感じ。してます。なるほど。へえ。の場所にも出てくるので、ちあ、ょっとそうなん覚えだ。ておいてくださへえ。い。ちょっとこれね、今、リンクくださったのが、今開いたら、開けろ、これ、開いたら。じゃあ、個人的にメッセンジャーで送りまいいす。ですか？これ、マシンジャーにもらえたらありがたいです。ミキシャーの方に送りますね。はい、ありがとうございます。で、まあ、あとはね、すずめさんの場所で、高千穂の方あ、も、高千穂、あそこですね。誰に関して宮崎。ああ、あそこもいい場所ですよね。高千穂なの？高千穂の？の、生の岩戸市。あそこ？荒立神社とかじゃなくて、じゃあ東本宮。あ、そうだ、東本宮とか、西西本宮。本宮とか。天の岩戸神社っていうのも東本宮と西本宮があるのも、
東本宮、西本宮、どちらも行ったらいいですか？どちらも行ったらいいと思うけど。西本宮。はい。西本宮。天の岩戸。天の岩戸もすごいいいよね。どこもね。行ったことあります？高千穂、あります、あります。うん、一回あります。西本宮の方だ。うずめさんは。どっち行ったんか忘れたな。西本宮がおすすめですか？え？あ、西本宮って書いての自信本群が特にお。ある。うずめさん的にってことね。うずめさん的にね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、お伝えします。個人的に僕は東本部の方が好き。僕はその、ニニギノミコトっていう神様にご縁があって、自分の神様に、その結局、どこがいいっていうことだけじゃなくて、やっぱその自分の中にある成分の濃い神社と、やっぱり、つながりが強いほど、やっぱりそこで受け取る印象っていうのも、やっぱり大きいか。みんながいいところは必ずしも自分にとっていいとは限らない。確かに、そうですね。なみんな違うね。るほど。違うんです。自分を思い出すために。すで、ごお伝えします。はい。出雲大社の佐野のおう社、ん。さっき言ったところですさっね。き言ったところと、あと、唐鎌神社っていう。出雲にある。感じを探します。こんな字書くんや。なかなか、知る人と知る感じなの。どこにあるの？出雲、いつも、出雲大社から多分2、30分かな。で、あと、さっき言って出てきた神武天皇、も、いらっしゃるんですけど、神武天皇を感じる場所もお参りしたらいいみたいで、そうなんですね。プチさんにジムってのがいるってこと。それを感じジムってのもご縁が深いみたい。ていうのは、本当にその日本とか世界のことを考える、その志をすごい大事にするのが神武天皇ですね。自身がその自分の志に立ち返る場所として、奈良県の玉置神社。奈良県。橿原じゃないんですね。たまに。遠いですけど。え、遠い？玉置神社知ってます？十津川村にあるんです。十津川村。もう和歌山県と奈良県のちょうど境目ぐらいのもう超山ん中奥まってるね、また。で、めちゃくちゃ奥まっているところで、まあ一昔前は本当に呼ばれた人しか行けないって言われていたような、まあ普通に使えば誰でも行けるんですけど、それぐらいでも本当に普通にうちから行っても3時間半ぐらいかかる。わお。めちゃくちゃ遠い。すめちゃごくちゃ遠い。い。出雲大社の方がすぐ行ける。本当に覚悟を決めたときに行ってくださいっていう感じかもしれない。志として行きますみたいなぐらいの覚悟を宣言するところ。天武天皇は志に生きる人なんですよ。もう、それができる、できないじゃなくて、もう、やると決めたら、もう、何が何でもやる。そう。できるかできないかで決める志じゃなくて、もうやる、もうだってやったってやるもんみたいな。その時に、自分の志が決してぶれないように、自分の志を本当に地球にこう、
もう据え置く、自分の魂を、まあ、そこに据え置くみたいな感じで、魂を置いた神社で、玉置神社。で、玉を。玉置神社。なるほど。なんで、そこは本当にぜひね、なんかこう、大きな志をもうぶれずに絶対やりきるぞっていう、それを宣言したいようなときに、あえてその自分の中に誓いを立てたいときに、決心して、なんか、時間作っていってもらえたらなっていう。神社の参り方が変わる。変わるよ。そういう感覚で、すごい。はい、でもう一つ、その世界平和っていうところから、その神武天皇の八方一宇っていうところから話のご返答を返してもらおうと思うんですけど、その神武天皇様の、初代天皇が建てたこの国の、ね、ご理念なんですけど、でそこを感じれる場所が宮崎県の八方一宇の塔があるんです。塔があるんですか？へえ。和太鼓や。八方一宇って言葉知ってます？それこそうち息子が真宙っていうヒロは八方中の子。そうなんだ。なんと。朝に八甲中の甲そう、で。朝日もの朝に八甲中の子で真宙だ。筋金入りですね。そう。だから、その、この八方一宇っていう言葉はね、本当にまあ、言わずもがなんですけども、本当にこう、まあ、八本の紐って意味なんですよね、この八方。いや、知らなかったですね。天の中心から八本の紐がふわーってこう地球上にこう下ろしてきたみたいな。それが一つのドーム状にこの地表を包んで、それが一つの大きなお家っていう、そんなイメージなんです。そこに住まうものがすべて一つの家族のように暮らせる世界があったら、なんと素晴らしいことかって言って、自分が宣言したり、それを四文字熟語に入れて八方一宇なんですけども、この八方一宇の願いをもとに建てられた塔があるんですね。宮崎市内に。歴史っていうのは、神武天皇が国づくりを本当にやるって腹を決めて、船を出港させた場所なんです。いよいよ東に向かうっていうことの出発地が宮崎市。昭和の15年に作られて、いわゆる戦争中に作られて、戦争中なんですけども、後期2600年って言って、日本が始まった建国、された年から数えて2600年の節目に国を挙げて、この国は何のために存在するのかってことをみんながこう確かめ合ったっていう年が昭和15年。それもあって、まあ国威発揚、この国の意義を正すっていうところから、八方一宇ってことも大事にしながら、そして大東亜共栄圏で、アジアが共に栄える世界を作る一つの家族として、大きなアジアを一つの家族として、作っていくために植民地の解放のために戦うんだっていうふうに、戦争の目的を自分の中にちゃんと確立していくっていう、こういう植民地解放戦争として見なくなる。その時のシンボルとして、掲げられた言葉がその八方一宇なんです。ただ昭和の15年に作られているにもかかわらず、戦争中で、戦争で日本が負けたときに、もう明らかにそこがもう格好の餌食になることは目に見えてたんですけど、なんとかしてもみんなで守り抜いたんです。本当に死守。こんな大きな塔なんだけど潰される。一回だから全部それを塗りつぶしたの、かっこいい銃って文字は全部一回消して、だけど、て、もう一度再び、削り、塗り直して、今もちゃんと走るっていう。素晴らしい動画ですよ、本当に。素晴らしい動画です。素晴らしい話やね。ねえ、知らないよ、全然に。すごい。すごいね、そういう戦争とか禍々しいエネルギーじゃなくて、すごく愛と平和に満ち溢れたね、素晴らしい空間にもなっているので、ね、ぜひあそこはね、訪れてほしい場所の一つです。平和大公園。へえ、あがここに
がいいんですね。う行っん。た方がいい場所ね。うん。ありました？調べました。いや、調べてない。うん、また送ります。で、あと、玉の屋の神社なんですけど、大阪でも玉の屋さんが祭神として祀られている、すごいいい神社もありますが、ちょっとまたそれも送らせていただいた。馬に祖先の祖って書いて、うん、ところもあります。親神社、玉の親神社。まあ、それが縮まって玉の親神社になってるんですよね。大阪にあるって。東大よし。阪かな。よし。ん？あ、じゃあ、まあ、やおうよね。やほ、うん。うん。で、最後ですね、お二人それぞれ守ってくださっている、まあ、お天道様以外に神様もお伝えするのも、今の、お二人に届けたいメッセージっていうのをお伝えしたいなって思います。まず、いっちゃんはですね、アマテラスさんからメッセージが出ました。アマテラス様から。お伝えしますね。今まで手探りしていたこと、家にこもることもあっただろう。さまざまなことがあり、これからはそぎ落として、とにかくシンプルに。で、あなたは力ある人間だ。だから余計なことや苦手なことはせずに、自分ができること、魂が歓喜すること、歓喜することだけを本当にただただシンプルにすること、それを生きることですよっていうことをおっしゃってました。あとは、その新しい環境にあれば、あなた自身の魂がとにかく喜ぶところ。なんか、こう、いくちゃんのその魂の喜ぶか喜ぶのかじゃないかで、全然違う、その人生になるみたいですよね。引っ越されるんでしたら、引っ越し先でのその環境。本当にそれがね、すっごい大事みたい。魂の喜ぶか喜ばないかが多分、すごい大事。すごい大事らしい。すごい大事にしてるもんな、でもな。効率とか、そういうなんか、そのね、そういうところで選んでしまうと多分、なかなかうまくいかなくなるだろうな。やし、なんかどうしても、お金がとかもあるじゃないですか。引っ越しするにあたって、お家になるから、今のすごい、ときめいて、超ときめいてる場所があるんですけど、お金どうすんねみたいな、あるんだな。どうしようってな。そう、そこ、でもなんそれって今聞けないんですかね。そこまでは聞けないんですかね。そこでいいか。ここでいいか。そんなに私に答えられる。あと、ときめいてる場所があるんですけど、どうにかできるかみたいな。そんなこと。そのもちょっと、ブッチさんからの神様が言ってました。ちょっと、これもちゃんと、つながってる思ったんで楽しみにします。ありがとうございます。もうこのいくちゃんの性質として伝えてたのが、いくちゃんの性質としては、自分のその住む環境っていうのがめちゃめちゃ大事なので、大事にしてください。環境がめちゃめちゃ大事に。家だったり、その部屋だったりとか、
いや、そう、そうなんだよな、本当に。本当にそう。その環境によって自分のその最大限を発揮するか発揮しないかぐらい、の性質にとって環境はめっちゃ大事ですよ。大事にしてくださいねっていうことを言っていや、もう本当に、そう。そんなって言っね、てる。いや、そうなんだよ、本当に。本当にそうだと思う。本当にそうなの。よし、よし。もりもり頑張ろう。はい。じゃあ、ありがとうございます。神様は、黒い竜さん出てきました。かっこいい黒竜さん。こっち？はい、こっち？はい。ご神様。待って、言われてんな。前も言われたな、黒龍さんな。怖いな。黒龍さん。言うとか。りゅうたちゃん、りゅうたです。最初、あんまり何も言ってくれなくて、特にないねんけど、だもう、もう心出しとして生きてるからっていう意味ですああ、よ。そういうことね。でも、あえて今言ってあげるとしたら何ですかって聞いたら、まあ、まず第一に、まあ、育養のことを大事にしなさい。その心に寄り添うっていうことを大事にしなさいよっていう共感能力があまりないから、その女性に対する共感能力を 大事にしなさいなと。喜びで、喜びで、わかってます。よくわかってわかってコンピューター、よくわかってらっしゃる。クリさんわかってるよ、ちょっとね。クリさんわかってないと思うな、あんまり。グルなんじゃない？グル。ゆきちゃんが。ほんまに。いくよのしもべのコピューさんがどうしよう。お伝えしてきなさい。ということと、あとは、から大事です。さっきのことにおそらくつながると思うんですけど、将来は何も心配ないよっていうことを言って、ただ、そのあなたの志がものすごく大事で、ウッチーさんのその志を忘れず進んでまいるのならば、その天がちゃんと守るぞっていうことを言ってて、で、今だったり、この先もしかしたらお金が苦しいこともあるかもしれないけれど、その志を忘れなければ、天が全部守ってあげるからなっていうことを言ってます。安心や。で、あともう一つ、その2人が今後これから何かのコミュニティを作っていくっていうことも、言っていて、これは黒龍さんが言ってるんですか？ゆうさんが言ってました。で、そのコミュニティ、どんなコミュニティかは私はわからないんですけど、こういうコミュニティ作っていきたいなって思ったならば、そのビジョンも視野に入れて、その場所でこういうコミュニティできたらいいなとか、もし思い浮かんだら、それも大事だっていうことを言って、なるほど。で、あなたが本当にこう、住む場所のことを言えば、自分自身がやりたいことに集中できるお部屋が一つでも絶対必要ですかっていうこなるほと。ど。いくちゃんは魂が歓喜するところ、あなたは自分自身にとにかく集中できる。すごい具体的だ具体的に聞きましたすね。ごいね。最初何特にないって言ってたけどね。めっちゃ聞きました。言ったあれ。めり共感能力もないとかも言われてんね。ちゃくちゃ具体的めちにゃくちゃ集中できる部屋が必要って言って。すごい。共感能力はないからね、俺。これは身につけようがないと思ってるので。
もう別に俺はもうそれはないから無理だって言って、無理だって言う、言い切ってるもんだ。なるほど。いや、できると思ったら逆にしんどくなるから。あ、私がやろ？いだや、し、から、俺もね、俺自ああ、身もできるはずなのにできないってなるうん。と、ついて自分を責めちゃうから。できひんと思って、そうそう、おで手きやっていひんうと思って接してほしいし、俺はまあできるように頑張るけど。ね。っていう。翔平さんもきっと分かってくれるはずやね。男として、同じ男として。いや、翔平さんは多分同じ感覚を。でもな、前も黒龍さんがいるって言って言われてて、関西弁の、なんか、ティアンデイみたいな、江戸っ子みたいな黒龍さんって言われてんな。っていう、なんか、せっかちな龍さんやって言ってたな。ネズミ、あの時はでもね、瓦色って言っ瓦た。色ってそうな、幾代は天照大神様やのにさ、黒龍ってな、でも、黒づいてんな。な、黒づいてんな。こんなに派手な色してんのに黒ずい黒龍です。こんなさ、ピンクして青してオレンジしてんのに黒龍さん出てくるな。せやオーで。ラも黒でな。な。面白いね。そこは面白いね。全然違うね。なるほど。心配ないって、将来は。すごいテーマを応援されていらっしゃるお二人なんやなっていうのをすごい感じ。ええー、ありがたいですとにね。かく志を忘れなければってね。志。で、私もなんか、ほんとつい最近も言われたのが、とにかく IKKO さんの歓喜のエネルギー、この歓喜のエネルギーを使って皆様のお役に立ってくださいって言われたんですよ。まさにね、同じメッまセーさジ。に、まさに、歓喜って何回も言われる。すごい。本当に素晴らしい。ありがとうございます。本ありが当とうにすごい。ありがとうございました。ございます。なんかね、いろいろ答え合わせというか、後押しというかね、にもなるとこがあったな。本当に受けてよかった。よかったこー。のスイもめっちゃ気になね、る。早く島に行こう。ムスヒの詳細もまた送ってもらえたら。ぜひぜはひ。い。本当にありがとうございます。すごい、これをやっぱり参考にして、今後の、本当に今、結構、この岐路に立ってると思うんで、この転換期というか、我々にとっても、この家族、ね、いろいろ進むべき方向がちょっと見えたなって感じが。ね。で、まあ、そんで、私のその直感とか、その感覚も、やっぱどっかでなんかやっぱこれじゃあかんよなみたいな、抑えなきゃダメだよなみたいなのもやっぱあったんで、そこを全開あったの？ あっはたよ。い。そこをちゃんと聞きたいなっていうのそうだね。ね。一緒に聞いてもらえたのが良かったなって思うね。本当にそそう、一緒にできてよかったう。です、本当に。ね、どっち、これじゃ伝わんないもんね、絶どっ対ちね。かだけやったらな、なんかそこで終わっちゃうけどさ、両方聞けたから方向性もさ、同じこうね、向いてさ、進めるそう、夫婦で受けれたのはめっちゃ良かったね。よかった。ムスヒもだから。ね。で、む、ちょっと、ムスヒのか、か、ちょっと簡単な説明というか、どういったことをがなされて、どういうふうになるのか、全く分かってないので。ムスヒは、まあ、実際に受けたいってなったら、なんだろう、エリちゃんが、まあ、リーディングをするんですよね。そのムスヒはどこで、ムスヒがどこで行われることになるかってことの大体の見立てをするんですよ。それこそ、まあ、なんかこう、ドラゴンボールのドラゴンレーダーじゃないですけど、そうだなってことがなんとなく目星が立って、ここに一緒に行くですね。それはまあ、ツアーっていう形をとって、一緒に行かせてもらって、それでまあ、まあ、プライベートツアーなのか、それとも他の人が参加しても OK なツアーなのかってことは選択で、まあ、プライベートだったら、もうピンポイントでその人に会うことを、まあ、じっくり、1時かけて
ご案内していくと、まあ、その日のうちに一応結びっていうのが、まあ、全部で16柱あるんですよ、1人。で、1つ目につながるのが自分の本生でのお役目、使命にあたるんですけども、2柱目につながると、才能、3柱目が本来の自分、素の自分、4柱目が自分の気づいていなかった新しい可能性に出会えて、5柱目が自分を守り導く存在とのつながりを取りました。そして6柱目が自分自ある身、んだね。心の帰れる場所、本質みたいな感じで、ずっとこう16までつながっていくんですけども、まあ、どこまで進むのも自由なんですけども、もう16まで行くと自分の使命を取り戻すだけじゃなくて、本当にそれをどうこの社会に生かしていくかっていうところの、本当に天との約束、天命に、への道しるべみたいな感じのものが手に入る。天命の道しるべが手に入ったときに、まあ、それを育てていく、結びを受けて終わりじゃなくて、それを育てる、さっき言ったその自分の内なる神様を本当にこう大きくしていく、エネルギーを大きくしていくための育て方っていうことも、まあ、後でお伝え、ね、受け終わった後にちゃんと育てていくってことがすごく大事になって、本当に生き方を全部こう、本当にその魂の進むべき道により純度高く進めるように、まあ、道しるべ、道案内をさせてもらうっていうのが結びっていう。お二人ももともとそういうふうに魂の道に従って生きてきている人だと思うから、めちゃめちゃ絶対受けなきゃいけないって思ってるわけじゃないんだけども、でも受けるとさらにそれが加速するだろうなって思うし、その特にその16あるうちの、特に後半部分、9以降っていうのが、かなりその自分自身ではなかなかこう、たどり着けない領域だったりもするので、ここに入ってきたときに本当により大きな、この世界とつながる、本当に世界で活躍するっていう天命のに、多分進むヒントがあるんだろうなっていうのは感じます。今の話聞いて、その必ずその結ばれ、エリちゃんが大体レーダーでここら辺かなって思ったところと必ず結ばれるわけじゃないじゃないですか。で、大体のツアー、1回のツアーで、まあ、一般的に大体何柱ぐらいつながるたりするんですか、みんな。プライベート、一回多分人数によって、一日でできるトータルの結びの数が大体8から10な、まあ、8から10なんですよ、大体。最大でも、一人で行ったら6が限度で、二人で行って、まあ、8から10っていう感じなので、それを、まあ、団体で行くと、まあ、だから8人とか参加したら、大体一人一発、二発ずつ。し、普通にプライベートで行って、たりとかすると、まあ、2人で行ってもらったら、まあ、一緒に6、7、8ぐらいの分析ができるかなっていうふうに1回目。程度だったら結構一人3つ4つする方もいる。ええー、面白い。こんな感じで、まあ、それなりに、その神社のお社でなるとは限らなくて、その神社の主聖地っていう場所で、本当にその神様のエネルギーがちゃんと通ってる場所で結びになるので、それがお社であるときもあるし、そういう山とか自然のつそなういうところで。がった時って、すいません、つながった時って自分の中にも、あ、つながったって感覚的に分かるもんなんです感度のいい人は分かると。か？人によっては涙を流される人もいるし、本当にそのゾワーッと鳥肌が立ったっていう人もいるし、まあ、それこそ人によっては何も感じなかったっていう人もいるし、本当に人それぞれなんですけど。あとは何か特徴として、今までの傾向として、ちょっと余談なんですけど、なんかこう、神功皇后を持ってる人は、なんかね、結びの場所がね、分かるようになる人が多いです。あ、要はなんそか、の、特自に気になる分のことは、僕らがそのエネルギーを、その人の魂を感じながら、そこと合う、ぴったり合う場所っていうのをこう、呼ばれてる、引き合う場所っていうのを探していく感じになるんですけど、なんかね、一緒にツアー行って、神社行くと、
あ、誰々さんがここでありそうな気がするとかって言っうて、今ん。までの傾向と神宮皇后の人はそれがね、直感的に分かる人が多いなねって。え。まあ、分かりそうやもんな、ね、い。だけが分かるわけじゃなくて、本当にみんながなんとなくね、やっていくうちに分かる感覚。神社に行っても、どこが大事な場所なのかってことも分かる。それこそ、そこに祀られているからお参りするんじゃなくて、そこに何かを感じるからお参りする。面白いな、すごいことやってるね。どういういいここととしてる夫婦な、でされてるよ本当に。ね。すごいよほな。んまに、すごいことしてるわ。めっ実際ちゃ勉強にもなったしね。ありがとう。実際にその無施をすることによって、その人の魂が蘇るだけじゃなくて、その場所が、その自分の名前を取り戻すことになる、もなるんですよね。だから、長い年月かけて、名前が忘れ去られてしまったりとか、名前が書き換えられてしまったりとか、ということが往々にしてあるんですよ。だって、今日お伝えした神様だって、実際にほとんど神社で祀られてなかったりすることが多いので、神様っていうのがちゃんと名前を取り戻すことによって、神様の方としても、あ、やっと自分の名前を呼んでくれた人が現れた。なるほどな。1000年ぶりかもしれないし、1000年以上、ね、分からなかったかもしれないけど、それが取り戻されたときに、すごく相手の魂、神様の魂が歓喜するんですよ。それがその土地のエネルギーの蘇りにつながってくるっていうところで、土地おこしにもなっているという聖書。すごい活動すしてるごいな、活本動当してに。るよ。すごい。だからそういう意味でも、多分これからその出雲をもしやるんだったら、その出雲を、その事態を起こすっていうことにもつながるのかなっていうので、そこでやるのも一つ。出雲でやるっていうふうに決めることもできるんですか？その分ちょっと、そこをプライベートでやるとしたら、ちょっと交通費を別途いただかなきゃいけないので、もうそれは全然かありがとうございます。そのちょっとなんかうざいなと思ったら連絡していただいたら、こっちして、カットしたなんか一緒に回れたら、なんか本当に新しい神話がまた紐解けるかもしれない。だからこそ紐解けるそ神うだね。めっちゃ面白そう。ね。ありがとうござい面ます。白そうだよね。面なんか白ちょっと。そう。いや、こんな風にまたこうやってね、つながらせてもらえて嬉しいです。ありがとうございます、本当に。本当だよね。ありがたい。コロナなってどうなるやろうと思ったけど、すぐ治ったし。そういう、話戻るけど、11月11日にイベントしたじゃんね、行くよが。あの時のステージに上がった人で、リアルで会ったことある人って、翔平さんだけだったような気がする。保育自身がね。天竺マンもあったことあるけど、天竺マンと翔平さんだけやった。一回ね、橿原神宮のとこでお会いしてますもんね。だ最初から、に。ハルさんと一緒に。その時に最初に会った。全然違う見た目じゃないですか、そのいや、時翔と。平さんも結構変わったけどね。あの時は髪の毛めっちゃ長かったからね。そうなんだ。じゃ翔平俺、さあ、ん。じゃあ、俺、俺俺。はな、俺はな。髪の毛長かったけど。いや、でも、すごい2人が一緒になるって聞いたとき、すごいなんかもうそれって感じしましたよ、本そう当に。よかったなって、本当に、なんかすごい魂からおめでとうって感じが出てきた。なの？ありがとうございます。びっくりしたけどね。自分たちがびっくりしてる。いや、どうなっていくんやろってね、なったもんね。なったね、本当に。いや、本当にね、こうなって、ね、今こうなってみて、ああ、あれはそういうイベントやったんかみたいな。すごい。ね、あんだけのキャスティングを揃えようと思ったらね、普通に、普通になんかね、自分の結婚パーティーとかで集めようと思ったら、すごい大変なことだと思うけど。本当になんかね、もうやっぱり足りない部分もたくさんあったし、いろいろ反省する部分も後に、ね、なって、本当に
なんかもう穴から出れないみたいになって、正直どうしようみたいななって、でもやっぱすごい感謝は持ってるんで、なんかどっかでまた本当にこうちゃんと還元できるような、その感謝を還元できるようなものは作りたいなと思ってますね。ただ、ちょっとそのためにも、今はこの家族っていうところの、ちゃんと環境を整えて、まずそこを整えてからだな、みたいな、今はすごい、その、こう、流行る気持ちと抑える気持ちを持ちながら そうだね。そう、あります。でもやっぱりすごい、本当にたくさんの方のおかげで今こうなってるんで、そこのお礼はちゃんと伝えれるように、持っていきたいなとは思ってます。そこが多分一木島姫なんだろうなと思います。なるほど。愛から描くビジョン。いや、面白かった。本当に夫婦で受けてよかった。これは夫婦で受けた方がいいんじゃないか。見たね。らね、なんかやってみようってなるんじゃない？もうや絶対やった方がいいよね。絶対やった方がいい。ね。これはぜひ。学べるけど、あ、思い出すって感じ。学びとね、そうそう、どっちもあるもん。思い出すことと、学びとね。だって想像をよりはるかに超えてよかったもまん。た、いや、すごいね。その、ね、どっちの良さもね、相まって素晴らしいセッションだな、本当に。ありがとうございます。受けさせていただいてありがとうございました。また今後もつながっていただけたら。そうだね。ちょっと出雲でね。いつもの お願いいたします。また参考にして報告したいなと思います。すいません、時間過ぎちゃった。結構だからお知らせすることとか別にないです。大丈夫ですか？ Facebook ライブ的に。今度こういうイベントしワークショップ。まあ、いろいろ竹あかりはやってるけど。まあ、竹あかり演出家で竹あかりを18年ぐらい作っていて、あちこちで竹あかりを灯していて、竹あかりが光の柱だと思っていて、そこに、それを土地に建てることで天と地をつなぐっていう装置になっている竹あかりが、そこのエネルギーがこう浄化したり活性化したりで、人が集まってきて、またさらにこう、どん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 こう膨らんでいくっていうのが竹あかりだと思っていて、まあ、そういう活動をしてるんですけど、今度は三重県で11月に総合文化センターで、竹あかりのイベントがあるのと、愛知県の飛島村と愛知県の豊明市と、11月にあるので、またよかったら調べてください。あと、でも、まあ、自分の方はそうなんですけど、妻の育代が、ハンドタッチヒーリングっていう、エネルギーの治療もしていて、治療とか、まあ、いろいろできるんですけど、エネルギーを使った。んで、まあ、ちょっとこれからのね、こう、日本に、まあ、ワクチンの問題だったりとか、まあ、コロナみたいなものが次また来るかもわからないとか、まあそういったこの中で、まあ自分の身を自分で守る手段として、すごい有効だなっていうものを、まあ講師として広げていってる方もしていて、それはちょっと旗で見ててすごいなって思うことがよくあるので、なんかそこはなんか、もしよかったら、それが広がったらいいなっていうのは思ってるので、何かあります。父がこのハンドタッチヒーリングっていうのは講師でやってて、私はまあ本当に補助っていう形で今一緒に活動してるんですけど、それこそこの間コロナにかかったってなったんですけど、もう高熱出て全身痛くて、なんか自分の中ではあれみたいな、なんかまかれたかって感じのちょっとそういう感覚だったりしてたんですけど、まあそれで体に明らかに反応が出て、高熱出て痛くてってなった時に、まあ、エネルギーでこうこのコロナ
のワクチンじゃない、コロナを流すっていう、できる流すってことでやって、で自分の力だけじゃちょっとだけじゃなくて、そのサロンのオンラインサロンがあるんですけど、そのオンラインサロンのメンバーにもちょっとお願いしますって言って、助けてって言って、で一緒に私のコロナを抜いてもらったんですね。じゃあもう次の日にはもう熱下がって、そんなすぐ治らへんと思うんですよ普通。でも本当に自分自身のでエネルギーも使えるけど、その、みんなの力も借りたらこんな早いんだなっていうのを自分で本当にちゃんと感じて、これは素晴らしい。今後何が起きるか分かれへん、この中で。で、ワクチンもいろいろ言われて、新しいワクチンとか、シェディングがどうだとか、本当にその学校行かせていいのかなとか、子どもたち大丈夫なのかな、自分の身大丈夫なのかなっていう時代に入ってくると思うんですけど、その中でエネルギー、何の副作用もないエネルギーで、そういうものを無毒化できるっていうものの、持ってるってすごい強いなと思ってて、でそれで自分自身もそうだし、自分の周りの大切な人を救ってあげる、救ってあげるってちょっと上からなのかな、でも助けてあげれることもできるっていうのは、今後やっぱりすごい多くの方のお役に立てるんじゃないかなと思って、あもう急がなきゃみたいな、早くこれをみんな知ってもらわなきゃいけないなと思いながら。うん、素晴らしい。これは治療法やなっていうふうに思ってやってます。うん。そう、ちなみに僕は小学校の時にそば食べて倒れてそばアレルギーだったんで、ずっと食べる、まあね、病院でそばアレルギーの診断を受けてから出会うまでそばをね、食べれなかったんですけど、そのエネルギーでこうアレルギーをこう取ってもらって、ベンダー。今で、そう、大好めちゃきやくな。大好き、もう。今なええー。んて俺、別にアレルギーだけど、そいつ多分好きじゃないし、みたいな感じで言ってたけど、今はもうしょっちゅう蕎麦屋に行くぐらい蕎麦大好き。あれとか、まあ結構隣で、まあ、そんなことできんの？みたいな不思議体験がいっぱいまあ、横で見てるから、ほんまにそれができるんやってのは、まあ、もう今は当たり前のように思ってて、で、そのすごいのが、その、まあ、生徒さんがたくさんいて、それができるようになってる人が今すごい増えてきていて、で、そこのコミュニティ、さっきオンラインサロンでコミュニティがあって、で、そこに入ってると、例えば自分の子供がこんな症状でって、こう、みんなで治してほしいって言ったら、みんなでこうサポートし合えるそのグループができてきて、できつつあ、まあ、できて、もうでできてきる。つつね、ある。まだでき始めたばっかりだけど、まだまだここからすやごけいどこれかね。らなんか、強いというか、まあ、心強い、そういうのがあれば、心強いなっていうのがあるので、もしよかったら。もう苦しんでる人いっぱいいるんですよ、シェーディングでも。本当にワクチンのシェーディングで、本当に苦しんでる人がいっぱいいて、すごいもう症状が出てて、もう、そういう人がたくさんいる中で、そのシェディングが抜けるってなると、エネルギー抜けるってなると、すごいことだなと思ってて、それで本当にこう打ったのが何年前かでも、やっぱりまだその、ね、で、自分が打っててもそうだけど、打ってなくても、実際不調を訴えてる人もたくさん今いてて、で、またね、今度、複製、その少しの少量のワクチンで、それがどんどん複製されるっていう、状態、今のこの9月から始まる、9月の28、まあ、10月ぐらいから始まるのがそういうワクチンになってくるんですけど、本当にそこをやっぱりサポートできたらすごい多くの方の役に立つなっていうふうには今、感じてます。でもやっぱりその前楽しくね、なんかみんなで元気に幸せな世界を作っていくためには、自分自身もね、元気でいないといけないんで、ね、そこを自分もそうだし、周りの人もそうだし、サポートできたらなと思ってやってます。ありがとうございます。はい。ぜひぜひ活動を見てもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、またで。こんな感じでいいですか？あ、止めた。あ、止めた。止めたんや。はい。
みたい。はい、第1位は止まり。